ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙。今年の夏は遭難事故の件数が史上最多だったそうじゃない。ああ、7月から8月の期間中、738件の遭難事故が発生し、そのうち死者行方不明者が61人にもなったそうだ。やっぱりコロナ関係の制限がなくなって登山に出かける人自体が増えたせいなの？それも原因だろうが、幸い死者行方不明者の数で言うと、過去にはもっと多い年もあったし、被害の程度で言うと軽い遭難が多かったそうだ。そうなのね。まあ61人を少ないとも言えないけど、今月も朝日だけで4人が遭難して亡くなっちゃう事故があったじゃない。60代から70代の男女計4名が低体温症で動けなくなり、間に合わずに動きできないまま亡くなったそうだな。天候が急に変わったせいだったのかな？ああ、通報した男性によると天候が急変して小石が舞うほどの強風と寒さだったと説明していたらしいな。やっぱり山の天気は侮ってはダメね。そういうことだろうな。ちなみに、4人のうち2人が宿泊した宿のオーナーは、強風の予報が出ていた。やめた方がいいと忠告し、ルートの変更を進めたと言われているんだ。あちゃー、そのオーナーさんも強引にでも止めればよかったと後悔残ってるでしょうね。同じ日に、その助言を受けてルート変更したグループもいたそうで、彼らも同じように悔やんでいるとのことだ。そもそもなんだけど、夏山でも天気が崩れたら低体温症になっちゃうの？ああ、山の上では夏でも天候が崩れれば低体温症のリスクはあるんだ。特に子供や高齢者は要注意だぜ。思い出したわ、2009年の大雪山系のトムラウシ山で起きたツアー登山の遭難事故でも、若いガイドや参加者は生還できたが、高齢者がバタバタと倒れていってしまったって言ってたよね。よく覚えてるな。子供や高齢者は体温を上げるための筋肉量が少ないからな。では、低体温症の起きる原因についても軽く解説しておくとしよう。ふむふむ。まずは前提として寒さや風の対策が十分でないことが多いんだ。まあ、装備や事前準備をおろそかにした結果の大惨事も多かったもんね。そうだな。その状況で天候の急激な変化があれば、当然雨や汗でウェアは濡れる。そうなれば放射といって、人間の体から常に熱が放射され体温が奪われる状態になるんだ。みんななんとなくわかっていても、多くの人が陥ってしまう失敗よね。対策としては3つだけしっかり覚えておいてくれ。なになに？1、防寒対策は急激な悪天候を想定して入念に準備しておいてくれ。まずは寒さや悪天候の対策ね。2、ウェアは絶対に濡らさないでくれ。少しでも雨が降ってきたら様子見なんてせず、すぐに雨具を着用してくれ。なるべく汗をかかないように、状況に応じて服装を変えられるようにしておくことも重要そうね。3、カロリー摂取を十分に行ってくれ。体内で熱を作り出すためにはカロリーが欠かせないからな。すぐに出せるポケットとかにナッツやチョコ入れておくのがいいかもね。これらを踏まえてしっかり対策してくれよな。では、今回は、山から帰ってこれなかった悲惨な事故を一気見で解説するとしよう。気になるわね。喜んで聞かせてもらうわ。よし、しっかり聞いてくれよな。今回は、梅里雪山遭難事故、を紹介していこうと思う。雪山に挑んで遭難するタイプの話、本当に尽きないね。でも、梅里雪山ってあんまり耳馴染みがないけど、どこの山？中国は雲南省、チベット族の自治州に位置する連山だ。名前の漢字からてっきり国内かと思ってたわ。この梅里雪山と雄獣山の山々からなる連山は、地形と気候のどちらも登山条件としては非常に厳しいものとなっていてな。いずれの山も人類未踏法、すなわち誰も登頂したことのない山として知られているんだ。あれ、でも誰も登ったことがないのに遭難事故っておかしくない。まあその部分の詳しい説明は、事故の経緯の中で詳しく話していくぜ。改めて、今回の事故は、中国雲南省にあるデチェン、チベット族自治州と呼ばれるエリアにある、梅里雪山で発生した遭難事故だ。人類未踏法の連山で、チベット仏教における聖地としても信仰を集めている。つまり、宗教上とても大切な山でもあるってことだよね。それって登って大丈夫なの？どこから説明したものか。まず、チベット仏教には巡礼目的の登山があってだな。その山を登ることで信仰心を示す的な行事があるのね。でも、さっき人類未踏法って言ってたけど、巡礼登山が行われるのは、途中にある寺院までだ。つまり、てっぺんまでは登らないんだよ。ああ、なるほど。未踏法って、誰も登ったことがないって意味じゃなくって、頂上までたどり着いた人がいないって意味なんだね。チャレンジ自体は過去に何度か行われてきたんだけどな。
先ほども説明した通り、あまりの地形と気候で、いずれも途中で断念せざるを得なかったんだ。そんなに難しいんだ。加えて、地元では巡礼目的ではない登山を、神聖な山を汚す行為、として嫌う風潮があってな。2000年以降は、この梅里雪山のうちいくつかの主要な山々は、信仰と文化の尊重のために、登山活動が禁止になってしまったんだぜ。まあそりゃしょうがないよね。でも、ってことは今回の事故は、正式に禁止される前の事件、1991年に起きた遭難事故だ。日中合同の17人の登山隊が全員遭難し、中国の登山事故でも最多の犠牲者数を叩き出した。ごくり、時系列を追って説明しよう。1990年12月、日中合同の登山隊は梅里雪山の連山の一つ、川株と呼ばれる山の麓にベースキャンプを設営した。内訳としては、日本の京都大学学士山岳会を中心とした11名と、中国人登山家の6名だな。ふんふん。彼らは、その最初のベースキャンプから徐々に山の上へと拠点を伸ばしていき、12月末には山頂まであと270メートルにまで迫ったんだ。え、あとちょっとでクリアじゃん。距離にしてみれば短いようにも見えるけどな。ただ、ここに来て梅里雪山の悪天候が牙を剥くんだぜ。というと、年が明けて1991年1月1日より、連日の降雪が登山隊の行く手を阻んだ。彼らは標高5100メートルの第3キャンプ地で頂上踏破への準備を整えていたんだが、1月3日には、なんと1メートルを超える積雪量となり、すっかり出足をくじかれてしまったんだ。1メートルの積雪、もうほぼ埋まるじゃん。さて、山で雪が積もると何が怖いか。足を取られて体力を消耗したり、冷たい雪に体温を奪われて凍傷になるのももちろん怖い。だが、山における積雪の最大の恐怖、それは、雪崩、だね。その通りだ。さて、この1月3日午後10時の無線による更新を最後に、第3キャンプ地の日中合同登山隊との連絡は途絶えてしまった。うわぁ、嫌な予感しかしない。彼らの帰りを待つスタッフたちの脳裏にも、やはり最悪の事態の可能性がよぎった。すぐさま救助隊が編成されるも、やはり悪天候のせいでなかなか山には近づけない。そこで彼らは航空写真を分析し、上空から見た梅里雪山の頂上付近を確認したんだ。どうだったの？残念ながら、合同登山隊がいるはずの第3キャンプ地点は、雪崩による大量の雪で覆われてしまっていた。すなわち、踏破どころか生存さえも絶望的な状況だった。あちゃあ。結局、およそ3週間の捜索も打ち切られ、この合同登山隊に編成されていた17名のメンバーはいずれも生きて戻ることはなかった。つまり、雪崩で亡くなったとみなされた、ってことだね。生存者がいないために、どのような経緯でいつ頃に雪崩が起きたのか、詳しい証言も得られなかったんだが、京都大学に設置された事故調査委員会では、大規模な泡雪崩が発生したのではないか、という推察がなされた。泡雪崩。普通は雪崩といえば、山の上部に降り積もった大量の雪が、何かしらの衝撃や雪解けなどがきっかけで、地滑りのように山を降りてくる現象だよな。一方で、泡雪崩、というのは、簡単に言うと雪の塊ではなく、空気をたっぷりと含んだ雪が爆風のように斜面を駆け落ちてくるって感じだ。雪ではなく、雪を含んだ空気が雪崩になるってことだね。でも聞いている感じ、普通の雪崩よりはマシのように聞こえるんだけど。いやいや、この爆風の勢いがまあとんでもないんだぜ。記録によれば、1938年に日本で起きたとある泡雪崩は、山の中腹にあった4階建ての建物の2階から上の部分を、中の人間ごと吹き飛ばしたと言われている。建物を中の人間ごと吹き飛ばした。吹き飛ばされた先には、別の山の尾根があったんだが、なんとこの尾根をスキージャンプのごとく飛び越えて、600メートルも先にある岩壁に叩きつけたって話だ。最大で時速200キロにも及ぶ不純物入りの突風、登山隊の臨時キャンプではひとたまりもないだろうな。いっそ普通の雪崩よりも恐ろしいかもね、それは。ともあれ、その泡雪崩が第三キャンプ地を襲ったのではないか、という推測が立てられたと。繰り返しになるが、あくまで推測であり、本当に何があったのかは誰にもわからない。事故から6年後の1996年、新たな日中合同登山隊がこの第三キャンプ地に事故後初めて到達したものの、残念ながら遺体や遺品などは発見できなかった。マックスで時速200キロの突風って話だったもんね。
人間一人、簡単に吹き飛ばされちゃうだろうな。ただ、彼らの遭難地点のすぐ近くには氷河が流れていてな。1998年8月以降、山の麓の氷河の末端から、彼らの遺体や遺品が次々と現れ始めたんだ。つまり、吹き飛ばされた遺体の上に大量の雪が積もり、数年かけてその積もった雪ごと氷河に流入して、押し流されてきたってことかな。捜索隊と、現地の村に住む人々の協力もあって、合計で17名中16名の遺体もしくはその一部と、数々の遺品が回収された。自然の不思議すぎる。数年間も雪や氷河に押しつぶされていたため、遺体と遺品の損壊は激しかったが、そのほとんどが寝袋に入っていたため、雪崩は睡眠中の時間帯に発生したことがほぼ確定した。おお、なるほど。遺体の発見から新たに発生時刻のおおよその目処がついたと。まあ、午後10時以降に通信が取れなくなったってことだったから、だいたいその時間帯だろうな、という目算はついていたけどな。なるほどね。加えて、京都大学学士山岳会によって、2006年10月には山麓の村に記念碑が設置された。日中の17人の勇士、ここに永眠する、という碑文が記されているとのことだ。でもさ、地元の村の人たちって、この山を宗教的に重要視していて、登山隊をあまり心よく思ってないんでしょ？それなのに記念碑なんて設置しちゃって、大丈夫なの？地元住民の感情はどうだろうな。まあ信心深い人ほど山を神聖視しているわけだし、どんな感情であれ、死者をないがしろにはしないだろうさ。だといいけどなぁ。ともあれ、今回の動画はこの辺で。この頃冬キャンプが流行ってるわよね。憧れるわ。冬キャンプか。どんな点に憧れるんだ。雪の中、火を囲んで楽しくおしゃべりしたり、雪の中の温泉とか。確かに、夏とは違う魅力がありそうだな。だけど、もし冬山のキャンプに行くならラジオを持って行けよ。ラジオ、冬キャンプに必要なの。ああ。今回は冬の雪山で5名が命を落とした、吾妻連峰雪山遭難事故、を解説するぜ。冬の雪山でのキャンプをする時の教訓になりそうだから、詳しく聞きたい。解説よろしくお願いするわ。この事故は、1994年2月13日から14日、福島、山形両県にまたがる吾妻連峰で登山者5名が低体温症で亡くなったという事故だ。吾妻連峰の山岳遭難事故としては最悪の事故となっている。今回この事故を詳しく解説する中で、不運の他にも、後から考えると準備不足の点や判断ミスだったと思われる点があるが、当事者たちを批判する目的はないぜ。あくまでも教訓として学ぶことはないかという視点から解説したいと思っている。自分だったらこの場合どう対処するか、など考えながら聞いてもらえるとありがたいぜ。承知したわ。でも5名も亡くなるなんて、本当に痛ましい事故だったのね。この登山のパーティは男性2人と女性5人の計7人で、年齢は30代から60代という構成だった。リーダーは登山歴30年、山岳ガイドの資格を持っている新聞社勤務の60代男性で、吾妻連峰登山は13回目、同じルートは過去2回経験していた。山岳ガイドの資格を持っている上に、吾妻連峰の登山経験が過去12回もあるのね。頼りになりそう。そうだよな。そしてメンバー全員登山経験ありだった。3連休を利用して山スキーで吾妻連峰を縦走し滑川温泉に到着するという、2泊3日の登山の計画だった。3連休の中で2泊3日か。予備日はないのね。きっと仕事で忙しい合間に、短い休みを目いっぱい楽しみたかったのね。一同は東京駅から新幹線で福島駅に向かう予定だったけど、速達便、やまびこ、が満席だった。そこで各駅停車の青葉、乗車となり、ここで予定より30分遅れたんだ。新幹線が満席だったのか。福島駅からタクシーに乗ろうとしたが、駅前のタクシーにはスキーを積むキャリアがついていなかった。そこで急遽マイクロバスをチャーターした。その待ち時間でさらに30分の遅れが生じたんだ。遅れを取り戻そうと、当初の計画だった吾妻高湯スキー場入り口ではなく、極力登山口入り口までマイクロバスで行こうとした。運転手は登山口入り口付近は路面凍結で近くまで行けない可能性があるから、吾妻スキー場入り口で降りてリフトを乗り継ぐ形を進めた。でもリーダーの強い要望に折れる形でバスを先に進めたんだ。どうにか時間のロスを挽回しようとしたのね。
ところが、やはり路面凍結でマイクロバスは進むことができなくなり、メンバーは、東高湯スキー場入り口から1キロ先でマイクロバスを下車した。結局運転手の進めたリフト乗り場まで1キロ徒歩で戻ったんだ。ここでさらに30分の遅れが生じた。スタートからなかなか予定通り行かない感じね。リフト乗り場に着いたらまた不運が待っていた。4本あるリフトのうち、2本目と4本目が強風で停止していたんだ。メンバー7人は、動いていた1本目と3本目のリフトに乗り、リフトが止まっていた区間は標高差200メートルの急な斜面をスキー板で1キロ歩いて目的地に向かった。時間と体力が奪われていく感じがするわ。徒歩で目的地に向かっている途中で4本目のリフトが動き出したんだ。メンバーはそれを見ながらも、4本目のリフトには乗らずに登山口まで歩いて到着した。ここでスルーした4本目のリフト登場口に登場者カードの提出場所があったんだ。4本目のリフトに乗らなかったために、登場者カードを出すことなく山に入ってしまったのね。歩いている途中で動き出すというところもなんともタイミングの皮肉を感じるわ。スタートからの様々な予定外のトラブルで体力を消耗し、遅れるメンバーが出てきた。そこで管理人常駐で電気、ガスの設備も整っている京王東山荘の宿泊に変更しようか、という話になった。京王東山荘への入り口付近でメンバーの到着を待ち相談した。でも遅れたメンバーが、私は大丈夫、と言ったため、予定通り緊急時の避難小屋に過ぎない家形山避難小屋で夜を過ごすことになった。近くに設備の整った山荘があるのに、なぜ避難小屋に泊まることにしたの？他の宿泊客を気にせず、自由に歌ったり楽しく過ごすことができるというのが理由だったんだ。前の年もこの小屋で楽しく宴会をした様子を、リーダーは絵日記に残しているぜ。囲炉裏を囲んで、備え付けのスコップで焼く豪快な焼肉は、このツアーのメインイベントだったんだ。きっとこの避難小屋での時間を楽しみに、このツアーを開いたのね。ああ、そう思われるな。家形山避難小屋に到着後、メンバーは休息に入ることなく22時まで宴会をしている。この日の夜、京王東山荘では、中国大陸からの雨雲と寒気を伴った強い低気圧の接近で、太平洋側では大雪の恐れがある、との情報がラジオで報じられた。それを聞いた管理人が、明日は間違いなく大荒れになる、と判断し、下山か早朝の出発を登山客に進言していたんだ。これを受けて宿泊客すべてのパーティが下山か早朝に出発している。すごく大切な情報ね。一方、家形山避難小屋の7人のメンバーは誰もラジオを持っていなかった。だからこの天候の情報を得ることができなかったんだ。ラジオを持っていなくて、大切な天気の情報が入らなかったの。ああ、しかも京王東山荘の近くを素通りしたためこの情報はメンバーに一切入っていない。翌朝、天候によっては引き返す予定だったんだ。でも運が悪いことに出発の時間は風もなく天気が良かった。好天だったため、8時30分に出発した。だけどこれは疑似好天だった。疑似好天？低気圧と寒気の間に現れる一時的な好天のことだ。この時、東京では25年ぶりの大雪で交通機関が麻痺していたんだが、山のこの辺りは一時的に天気が良かった。引き返すという選択肢が消えたのね。この場所だけ、出発時間だけの好天だなんて何かのいたずらかと思ってしまう。出発が遅かったため、雪が積もっていて予定より2時間遅れて白浜の尾根に到着した。穏やかだった天気は、午後から急変したんだ。2キロ先の、霧の平、を目指していたんだが、分岐点をどうしても見つけることができなかったんだ。分岐点の杭を探して吹雪の中をさまよった。分岐点は雪に埋もれてしまっていたの。いや、分岐点にまだたどり着いていないところで探し回ったんだ。違うところを探していたの。吹雪で視界が悪かったのと、焦りもあったのかしら。この間、途中でスキー板の滑り止めシールが剥がれるメンバーが続出した。その都度粘着テープで応急措置をし、それに一人当たり10から20分要した。その間、他のメンバーは猛吹雪の中で待たされることになった。ますます体力が奪われていくわ。最終的には白浜から霧の平まで1時間の予定だったが、6時間以上さまよい、夜になった。ライトで雪を照らしながら進んでいたが、雪のくぼみがある木にスキー板と銀マットを渡して簡易のテントを作りビバークすることにした。この時はまだ余裕があり、ビバークしたことは、恥ずかしいから家族や友人には内緒にしよう、と冗談交じりで話したりした。コンロや食料は十分にあった。
だけど天候はますます悪化し、夜はマイナス10度以下まで冷え込んだんだ。重なった疲労が、メンバーの一人一人の体力を奪いつつあった。前日から予想外の体力を使っていて、その気温、心配ね。翌朝さらに天候は悪化していた。だけどメンバーは翌日出勤しなければならなかったことから、天候の回復を待たずに下山を強行した。1.2 キロ離れた元の避難小屋に引き戻すことにしたんだ。だけど、8時過ぎに白浜の尾根に差し掛かると、昨日よりさらに暴風で立っていることができないほどだった。尾根ってどんなところなの？山の山頂と山頂をつなぐ道筋のことで、山の一番高い部分に当たるんだ。だから風をもろに受けてしまう場所だ。なるほど、吹雪の中、尾根を歩くのは難しそうね。あまりの強風にメンバーは、スキー板を手に持って、張って進んでいた。そんな中、一人の女性が低体温症で動けなくなってしまったんだ。最年少の男性 A が女性のザックをまず運んだ。それでも女性は動くことができなかった。再び A が駆け寄った直後、意識不明になってしまった。残りのメンバーで女性を運ぶことにしたんだ。寝袋に入れて引っ張ろうとしたが、暴風のために断念した。ああ、とうとう意識不明者が。そしてパーティ全員が、一番風の強い場所に留まらざるを得ないという、最悪の事態に陥ってしまったんだ。風よけのために雪道を掘ろうとしたが、シャベルがなかった。リーダーら男性二人が食器で雪道を掘り夜を迎えた。猛吹雪の中、食器で雪道を掘ったのね。この間さらに女性二人の意識が薄れていった。22時に雪道を3つ掘り終えた。でもリーダーが疲労のため1つの雪道を壊してしまったんだ。A はリーダーのために新たな雪道を掘った。リーダーはこの時、目が見えなくなっていた。リーダーは A、死を予感する言葉を残した。A は雪道に頭だけ入れた状態で一夜を過ごしたんだ。リーダーは目が見えなくなってしまったの。どうにかしてみんなで助かろうとした様子がわかる。悲しいわ。朝になり、A は目を覚ました。それぞれの雪道から仲間が顔を覗かせてくれるはずだった。はずだった。この時、意識があったのは男性 A と、女性 B、C の3人だった。リーダーを含む4人は呼びかけに一切反応しなかったんだ。体は硬直していて、おそらく低体温症で亡くなっていた。悲しい。3人は救助隊を呼ぶために山を降りようとしたが、女性 C は動けない、と言った。A は説得したが、心残りはないからここに残る。今までありがとう、と、結果として遺言となる言葉を残した。残る A と B 二人で9時に出発し白浜を離れ、途中でビバークしながら山を降りた。同日朝、山仲間が連絡がないことを心配して福島県警本部にファックスで捜索願いを出した。福島、山形両県警は登山者カードをすべて探したが、カードは見つからなかった。そうか、4本目のリフト登場口を通ってないから、提出していないのね。地元ラジオ局が一晩中ラジオで呼びかけたけど、誰もラジオを持っていなかったため届いていなかった。13時過ぎ、下山を続けていた二人は、ひどい凍傷になりながらもどうにか自力で滑川温泉にたどり着いた。男性 A は右手の指一本を切断する重傷、女性 B は手足のしびれなど後遺症が残った。彼らの証言でメンバーのビバーク時点が特定され、メンバー5人が全員遺体で発見された。5名は全員遺体で。痛ましいわ。でも二人は下山できてよかったわ。この事故は、気象遭難、に分類される。撤退判断の遅れなどで厳しい気象条件下にさらされ、低体温症を引き起こしたことが主な原因だ。さらに霧の平らでの、道迷い遭難、の要素もあったとされている。少し考察してみたいと思う。どうすればよかったのかしら。様々な準備不足、判断ミスが重なったと思う。ただ、その中で12日の疑似好転は判断ミスとは言えない。疑似好転を見分けるのはどんなベテランでも空を見ただけでは無理だからな。空を見ただけでは疑似好転に気づくことができないのね。ああ。でも、天気予報の情報とセットであれば、気づくことができたと言われている。今回の場合、天気予報の情報が入らなかったことが一番の原因になると思われるんだ。そうか、空を見ただけでは判断がつかないけど、天気予報を知っていたら好転に惑わされずに、正しい判断ができた可能性があるわ。今回の場合、天気予報の情報さえ入っていたら結果は変わった可能性があるのね。情報って大切だと実感したわ。山に行くときはラジオを持っていくわ。
1997年にリーダーの友達が有志を募って、1994年2月東連邦サンスキー遭難事故報告書を自費出版している。それによると遭難の原因として装備の不備とともに、雪の滑川温泉という魅力的な目的地にとらわれた結果、別のルートを取るという選択ができなくなってしまった、と指摘している。そうか、魅力的すぎる計画に、その場に別の選択ができなくなってしまう空気、があったのね。初日に遅れた人も、本当は設備の整った山小屋で休みたかったけど、みんなの楽しみを奪うと悪い、と感じて言い出せず、大丈夫、と忖度してしまったのかもしれないわね。そうだな。撤退する決断に影響を及ぼした可能性はあるな。登山に限らず、いろいろなことのリスクマネジメントの一つとして、こういうことがあると知ることが大切だな。そうね、すごく貴重な本を残してくれてるのね。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。決めた。私は、修行のために山にこもるわ。おい、アニメの見すぎだろ。登山の経験すら全くないのに、山を舐めていたら危険だぞ。登山なんて、みんなしているし全然大丈夫でしょ。その考えで亡くなってしまう人がたくさんいるんだ。それじゃあ今回は、木曽駒ヶ岳大量遭難事故、について解説するぜ。山の危険さがわかるから、しっかり教訓にしてほしい。大量遭難事故。ちょっと怖くなってきたわね。事故の経緯に入る前に、遭難事故が起きた木曽駒ヶ岳、について解説するぜ。遭難事故が起きた木曽駒ヶ岳は、長野県上松町、木曽町、宮田村の境界にそびえる標高2956メートルの山で、中央アルプスの最高峰なんだ。結構標高が高いのね。山として、日本百名山や新日本百名山、花の百名山にも選定されているぜ。じゃあ観光客も多そうだわ。他にはどんな特徴があるのかしら。木曽谷と稲谷に挟まれた中央アルプスは、長野県塩尻市から南南西方面へと伸びる細長い山脈で、木曽駒ヶ岳はその北部に位置している。さらに、標高2600メートル付近では能ヶ池、千畳敷カール及び極楽平では、氷河渓谷があるんだぜ。かなり見どころ満載の山みたいね。他にも、標高1700から2600メートルは米津川や白木曽などの針葉樹林帯が広がっていて、2600メートル付近には岳間場、さらに上部は森林限界で廃末帯となっているんだ。千畳敷カール、能ヶ池カールにも高山植物の花畑が広がっている。花の百名山に選出された理由がわかるわ。植物以外にも、高山帯には日本カモシカ、ノウサギ、キツネ、イワヒバリなどが生息していて、2015年には木曽駒ヶ岳付近にて登山者がメスライチョウを撮影した記録があるんだぜ。ライチョウって、絶滅危惧種の生物よね。その通り。ライチョウは日本においては国の特別天然記念物で絶滅危惧種なんだ。2015年に撮影記録があった後、2018年にはメスライチョウの報告が寄せられて、環境省信越自然環境事務所がメスライチョウの巣を確認し採取した羽毛の DNA 解析でノリクラ岳から飛来してきたことが分かり保護増殖事業が進められているぜ。本当に自然豊かな山ってことが分かったわよ。ますます、登山に行きたくなったわ。木曽駒ヶ岳は、アニメにもなっている人気漫画の山のすすめ、で主人公たちが初めてのテント泊に挑戦した場所でもあって、多くの人に愛されている山なんだ。そんな素敵な山で大量遭難事故なんて考えられないわね。木曽駒ヶ岳に関わらず、山というのは危険が隣り合わせなんだよ。一体何があったのか教えてくれるかしら。それじゃあ、事故についての解説に入っていくぜ。木曽駒ヶ岳大量遭難事故は、1913年8月26日から翌日にかけて襲った台風による悪天候に巻き込まれて、木曽駒ヶ岳を集団宿泊的行事で登山中の教員生徒ら38人が遭難、うち11人が将棋が白山付近で死亡した山岳遭難事故なんだ。38人が遭難、11人が死亡って。学校の安全管理はどうなっているのよ。1913年は大正2年で、登山が遠足やレクリエーション的な要素を含んだ登山じゃないんだ。昔の教育ってことは、訓練のような登山だったってことかしら。その通り。この登山は、過酷な状況で訓練を行うことの教育効果を狙った学校の集団登山なんだ。だから、山頂付近で露営などを行う計画だったぜ。
小中高のどの層の学校が遭難事故にあったの？遭難したのは、長野県上伊那郡中箕輪村の中箕輪高等小学校の2年生25人を含む総員38人の生徒と教員なんだ。高等小学校って、高校なの、小学校なの？高等小学校というのは、明治維新から第二次世界大戦勃発前の時代に存在した、後期初等教育、前期中等教育機関の名称で、現在では中学校1年生と2年生に相当するんだぜ。じゃあ、13歳や14歳の子供たちが過酷な訓練の要素がある登山に参加させられていたのね。今の教育がどれだけ安全なものか思い知らされるわ。もちろん、この行事には引率者もしっかりついていて、引率者は校長の赤羽教授、と部下の曽谷隆恵、清水正春、と同窓会員の10人も加わっていたんだ。当たり前だけど、大人の人もしっかりついていたのね。計画では8月26日午前5時に出発、内野茅から行勢は、将棋頭山を経て能ヶ池へ至り、中岳の稜線を通って木曽駒ヶ岳に登頂、山頂付近で野営し、27日午後に下山飛行の予定だった。ただ、出発後に動き出した台風により急速に天候が悪化し、行程に遅れが出たこともあって頂上付近へ到達したのは午後8時という非常に遅い時間だったんだぜ。午後8時に頂上って、だいぶ遅いわね。しかも、台風が近寄っていたなら登山はしないべきだわ。登山経験の少ない霊夢が危険だと感じるくらいなんだ。当時の木曽駒ヶ岳は相当危険な状況だったと思うぜ。実際、頂上付近に到達した午後8時頃にはすでに暴風になっていたから小屋に避難したものの、小屋の損傷が激しく焚き火をするための燃料がなくて暖を取れなかったんだ。最悪な状況じゃない。そんなボロ小屋で暴風の中で過ごしていたら危ないんじゃないのかしら。結局翌日の8月27日午前9時頃まで小屋の中で耐えるものの、暴風は収まらず生徒の一人である平井実が低体温症で亡くなってしまった。さらに、唐沢武雄、古谷時松の二人が低体温症で人事不正の状態に陥ったことから下山を決定したんだぜ。下山を決定するのが遅すぎるでしょ。もう生徒が一人亡くなっているわけだし。引率者である清水が小屋から出ることを固く禁じていたんだけど、パニックを起こした生徒が飛び出したという説もあるんだ。そして、同じく引率者の曽谷が救助を求めるために先行し、校長の赤羽が低体温症で倒れた唐沢を、清水が古谷を背負い小屋を下山し始めたんだ。人を背負って下山って無理があるっていうか、絶対無理でしょ。霊夢の言う通り、標高2600メートル付近にある能ヶ池付近まで到達したところでさらに寒気と風雨が強まったことで唐沢が息を引き取り、赤羽校長も力尽きたんだ。ああ、どんどん悲惨な状況に。清水が背負っていた古谷も死亡する状況の中で必死の下山を続け、ようやく高木のある樹林帯までたどり着くんだけど、指導者である校長が死亡し、二人の引率者も前後に大きく離れてしまったため生徒や同窓会員たちは自分の判断で行動するしかなかった。もう、ただの訓練じゃなくて生きるか死ぬかのサバイバルだわ。ただ、生きるために尽力した生徒たち20人余りは、死の危険を冒しながら午後1時頃にようやく内野茅にたどり着き、村人たちの救護を受けた。相当頑張って助けを求めたのね。遭難の救報を受けた内野茅と周辺の村ではすぐに救助隊が組織されて、中箕輪駐在所の茂木巡査をはじめとする20人が出発したんだ。役所からも初期と医師が、あざよ港からも20数名が、阿公文書から巡査3人と補助数名が出発した。さらに、8カ所の消防士600から700人も捜索のため集められたんだぜ。想像以上に大捜索ね。8月28日午前1時に第一次捜索隊が出発し、安否不明者の捜索が行われ、唐沢武雄と赤羽校長が収容された。午前7時に170人近い大人数からなる第二次捜索隊が出発し、午前11時ごろ内の茅付近で迷っていた有賀茂雄、小島聡の二人を発見。そして、低体温症で倒れている清水と生徒二人を救助したほか、5人の遺体を発見、収容したんだ。今の時代と当時では気温とかも違うと思うけど、8月後半の台風の中じゃ低体温症になってしまうのね。8月の末であっても、標高3000メートル級の頂上付近はだいぶ冷え込むからな。事故の経緯で最初にも説明したように、最終的に死者は11人となったぜ。絶対に繰り返してはいけないような悲惨な遭難事故だってことが分かったわ。この大量遭難事故を風化させないためにも、
これを教訓にして今後の再発防止にも役立ててほしいぜ。台風の時点で、登山はやめるべきよね。もちろんそれは霊夢の言う通り。ただ、当時は現在のようなスーパーコンピュータによる予報もなく、台風の予報技術もない時代だったんだよ。確かに、それはそうだわ。当時、学校側は出発直前まで地元の飯田測候所に何度も最新の気象情報を問い合わせるなど、当時できる対策は行っていたんだ。さらに、当時は低体温症の恐ろしさが認知されていなかったんだぜ。私も詳しいわけじゃないから、危険なことはわかっていても、内容まではいまいちよくわかっていないわ。低体温症は体温が35度以下に下がると症状が出始めるんだ。低体温症の恐ろしいところは、低体温症が進行すると通常は36度台に維持されている体温維持のシステムが破綻をきたして、山ではどうすることもできないまま死に至るということなんだぜ。さらに、低体温症の症状が出始めると、安全登山に不可欠な判断力が鈍ってしまう。じゃあ山で低体温症に陥った時点でかなり危険極まる状況なのね。生徒たちは暴風雨にさらされながら12時間以上も歩いていたから、小屋の残骸にたどり着いた頃には、すでに低体温症の症状が出ていた人が少なからずいたとしても不思議ではないんだ。小屋の残骸では暖を取ることもできなかったからな。じゃあ、どうしたら助かっていたのかしら。遭難事故には必ずどこかに生死を分ける分岐点があるんだ。そもそも、登らなかったらというのはなしにしてな。この遭難事故の分岐点はどこだったの？頂上付近でもろえいのために、無理をして登り切ってしまったところと、脳外家付近を過ぎたところだな。まず、観天望気をして上空の雲の流れを見れば風が非常に強まってきたことは分かったと思われる。そして、雨の降り始めてきたことも考慮して、ここで冷静に判断して引き返していれば樹林帯にたどり着くことができて生徒たちは助かっているんだ。脳外家は東側に高台があるから東からの風も遮るんだ。だから、脳外家付近が身体の判断をする最後の分岐点だったんだぜ。やっぱり、登山をするには経験や知識が重要ってことが分かったわ。遭難事故というのは、解析して過去の遭難の教訓が生かされなければいけないんだ。亡くなった人の命を無駄にしないためにも再発防止を心がけたいな。その通りね。山で遭難なんて絶対怖いだろうし、したくないもの。ちなみに、この行事は現在も行われているんだぜ。え、マジで言っているの？もちろん、安全には細心の注意が払われているけど中学生の体力で登るような山ではないよな。無理はさせていないと思うけどな。今だに大正時代のような訓練をしていたら驚愕よ。今回紹介した大量遭難事故は、後に作家の新田次郎がこの事故をモデルにして、生食の石踏みという小説を書いて、映画化もされているんだ。気になる人はチェックしてみてくれ。映像で、当時のイメージが分かれば遭難事故の恐ろしさがより理解できるかもしれないわ。遭難現場には、この事故を忘れないようにするため、生食の石踏みと呼ばれる石碑が立っているんだ。実際に山を登ることでも、事故が起きた状況を少しでも体感できて、再発防止に取り組もうと思えるかもしれないわね。というわけで今回はここまで。今日は2021年谷川岳遭難事故について解説するぜ。2021年、最近の話なのね。谷川岳ってどんなところなの？谷川岳は群馬と新潟の県境にある、大自然の雄大な風景が広がる絶景の山なんだ。登山客やスキーヤーに大人気で毎年たくさんの観光客が訪れる名峰だ。日本の百名山にも選ばれているんだぜ。そんな大人気の山での遭難事故なの？ああ。初心者からベテランまで引きつけてやまない魅力のある山、谷川岳はもう一つの面を持っているんだ。あることで世界一の記録を持っていて、ギネス認定されている。あること？どんなことなの？今回はそこのところも含めて詳しく解説するぜ。よろしくお願いするわ。谷川岳が持っているギネス記録、それは世界一遭難者が多い山としての記録なんだ。ええ？遭難者世界一？ああ。谷川岳は夏の高山植物、秋の紅葉、澄んだ冬の空気、スキー、温泉と魅力にあふれる山で大人気なんだけど、実は遭難者数が世界一という一面も持っているんだ。世界一の遭難者数の山が日本にあるなんて、知らなかったわ。遭難者はどれくらいなの？昭和6年1931年から2020年6月まで死者818名、行方不明者6名という数字が、その恐ろしさを語っているぜ。最も危険な魔の山とも呼ばれている。818
68名も亡くなっているの？標高がすごく高い山なのかしら？標高は、1977メートルだ。標高1963メートルのトマノ耳と1977メートルの沖ノ耳という二つの山頂がある。ちなみにこの二つの山頂は遠くから見ると猫の耳みたいに見えるんだぜ。猫の耳？かわいい。かわいさの中にも、魔の山と呼ばれるだけの風格も感じるわ。トマの耳、沖の耳って呼び方に特徴があるわね。トマは手前、沖は奥という意味だぜ。二つ山頂があると言っても、日本アルプス3000メートル級の山と比べてもさほど高い山ではないんだ。2000メートル未満だし、めちゃめちゃ高いという山ではないのね。そうなんだ。それなのに、エベレストを含む8000メートル級の14座の死亡者数は640人なんだ。遭難者数の合計を、谷川だけ単独で上回っているんだぜ。8000メートルって、高すぎて頂上がどんな世界か想像もつかないわ。でもそんな世界最高峰の高さ、14座の合計をたった1山で超える谷川だけ、すごすぎる。そうだよな。谷川だけは、富山県の剣岳、長野県岐阜県の穂高岳と並び、日本三大岩場と言われているんだ。ロッククライマーの聖地と言われている一の倉沢は遭難者がひときわ多いんだ。急な岩壁が続く険しい地形で、ほとんどの遭難者はこの一の倉沢なんだ。ロッククライマーの聖地なの？ああ。そして、谷川岳の標高の高い部分は蛇紋岩、玄武岩などでできている。蛇紋岩は水に濡れると特に滑りやすいんだ。冬も地形の関係で途方もないほど雪が積もる。でも、遭難者が多かったのは昔の話で、技術が進化した今は死者数は減っている。だけどそんな谷川岳で2021年、遭難事故が起こったんだ。事故はどんな事故なの？2021年5月のゴールデンウィーク、谷川岳の天神尾根で警察官の同僚2人が滑落して亡くなってしまったんだ。二人とも警察官の方だったのね。2021年5月2日、A子さんかなは夫の佐藤さんかなに日帰りで登ってくるねと、谷川岳に登山に行った。季節的に気持ち良さそうな時期ね。A子さんは4から5年前から、職場の仲間と連れ立って1、2ヶ月に1度くらいのペースで登山に行っていたんだ。職場で同じ趣味の人がいて、楽しそうね。4から5年前から始めたなら、まだ登山のベテランというわけではなかったのかしら。低い山から始めて、徐々にステップアップしていったそうだ。今回は初めてアイゼンを履いての登山だった。アイゼンってどんなものなの？アイゼンは、氷や凍った雪の上を歩く時の滑り止めとして靴の底につける、金属製の爪がついた登山の用具だ。5月でも氷用のアイゼンが必要な場所なのね。今回は二人で遭難したみたいだけど、いつもは何人くらいで一緒に登っていたのかしら。登山に一緒に行くのは多い時で4から5人。今回は3人で登山する予定だったんだけど、直前に1人がキャンセルしたんだ。そこで先生と呼んでいる男性と二人で登ることになったんだ。先生と呼ばれるくらいだから、きっとその人は登山経験が豊富な人だったのね。夫の佐藤さんは、登山には興味がないの？ああ、ほとんど興味がなかったそうだ。だから、この時もどこの山に登るかなどの行き先を聞いていなかったんだ。本当に全く興味がなかったのね。5月2日午後2時20分、群馬県警沼田警察署に A 子さんから救助要請の電話があった。天神尾根の、天狗の泊まり場で滑落して上がれなくなった。助けてほしい。怪我はない。同行者は先行してはぐれてしまった。という内容だった。その後は何度かけても電話は繋がらなくなったんだ。その時は怪我がなく、電話ができた状況だったのね。その後電話が繋がらないというのが心配ね。その日は午後から天候が悪化していて、かなり強風が吹いて吹雪になっていたんだ。ヘリコプターでの出動はできなくて、救助要請を受けた警察では地上から救助部隊4人が滑落現場に向かったんだ。強風の中、救助のために危険な中を進む方たちも大変なお仕事だわ。隊員は声をかけながら登ったけど、滑落した場所を特定できなかった。さらに天候が悪化し、隊員4人はそのまま谷川岳片の小屋という山小屋で泊まったんだ。3日も悪天候の中、地上から捜索をしたけど、発見はできなかった。悪天候の中人を探すのって難しそう。5月3日の朝、夫の佐藤さんのところに警察官が訪ねてきた。ここは A 子さんのお住まいですか？はい、私の妻です。至急、群馬県沼田署へ連絡してください。
と言われたんだ。奥さんが日帰り予定なのに帰ってこないなと心配していたところに、警察が来たら真っ青になるわね。佐藤さんはその訪ねてきた警察官から、A子さんから天神尾根の天狗の止め場から滑落して上がれなくなったという連絡があったと聞いたんだ。自分の妻の滑落を警察官から聞くのも辛いわね。A子さんが救助要請の電話をした時、110番にかけていたら基地局の電波から位置を把握できたんだ。でもこの時、A子さんは一般電話に電話をかけたんだ。一般電話に？普通は警察署の電話番号より先に110番が早く出てくると思ったけど、A子さん警察官だったわね。だから思わずいつも通りかけてしまったのかしら。一般電話にかかってきた電話の位置を特定するためには、行方不明届が必要なんだ。そこから佐藤さんは警察署まで出向いて行方不明届を出した。天候が悪く、佐藤さんが現場に出向いたのは4日だった。2日も後になってしまったのね。4日は快晴だった。捜索活動が行われ、A子さんと一緒に登山していた K おさんかなの遺体が発見された。尾根から250も下へ滑り落ちていたとのことだ。一緒にいた方の遺体が発見、 A 子さんは見つかったの？見つからなかった。5日6日も捜索したが、ついに発見されなかったんだ。早く見つかってほしいわね。救助隊はザイルを使い遭難したと思われる岩壁を降り、下の方も確認した。ザイルって何？登山用ロープのことだ。それを使うような場所までくまなく捜索したのね。ああ。垂直な岩壁の下には石径があり、岩壁と石径の間には空間があるんだ。設計にも所々穴が開いていて、そのどこかに落ちてしまったと考えられた。設計には大きなブロック雪崩の跡もあったことから、これ以上の捜索は隊員の二次遭難の危険が高く、地上の捜索は打ち切られた。ヘリコプターの捜索や訓練の時に、滑落したと考えられる地点を重点的に探すことになったんだ。雪崩の跡があったなら、確かに二次被害の危険が高いわね。佐藤さんは A 子さんが下山後に、いつも登山用 GPS アプリの登山軌跡や写真を見せながら、山の様子を嬉しそうに報告していたことを思い出したんだ。ヤマップというアプリだったんだけど、その HP からどうにかしてログを見つけようとしたけど見つけることができなかった。そんなアプリがあるのね。5月7日、登山用アプリに入っていたことを警察署に話したら、すでにヤマップさんから記録の共有をいただいている。という返事だった。そのアプリは警察に共有してくれるの？そうなんだ。万が一の時は、救助に向かう警察や自治体にも情報を共有するシステムなんだ。家族から要請があった時は家族にも共有するんだ。それはいざという時心強いわね。そのアプリによると、ベテランの K おさんが滑落したのは午後2時8分、A子さんが滑落したのが2時15分だった。滑落した、怪我はないと沼田署に電話したのが2時20分だから、そこに矛盾はない。K おさんが先に滑落したの？同行者は先行して、はぐれてしまったというのは何だったのかしら。そうだよな。佐藤さんは先に滑落した K おさんを助けようとしたのではないかと言っている。この時は天候により視界が悪かったんでしょ。もしかしたら K おさんが見当たらなくなったことで先行したと思い込んだけど、実は K おさんは滑落していたのかもしれないわね。そうかもしれないな。だけど今となってはわからないな。その後、半年ほど経った2021年11月、一部白骨化した A 子さんの遺体が登山者によって発見された。遺体で発見されたのね。残念だわ。ただ、残された家族にとって GPS の記録には、助けられたということだ。GPS では、歩行では起こらない急激な位置変化があると、滑落と判断できる。佐藤さんもそれを見たから、遺体が発見されるまでの間、心の踏ん切りをつけることができたんだ。また、滑落した時間と場所が残っていることにより、妻が K おさんの滑落の原因を作ったのではという精神的な負担からも解放されたと言っている。残されたご家族にとっては色々な精神的負担があるから、情報がはっきりすればその分負担が減るのね。また、捜索する側にとっても GPS での滑落場所の特定は、とても有力な情報になるんだ。広い山を限られた人数で捜索する場合、捜索範囲を絞り込めるということは人員を集中的に投入できるから、発見の確率が高まるんだ。GPS アプリはすごくいいものなのね。登山するときには登録しておいた方がいいわね。そうだな。登山者の必携ツールになっていくかもしれないな。そして登山届を必ず提出し、家族にも手渡してどこの山に登るかをしっかり伝えること、これも大切だな。そうね。登山の時は万一遭難してしまった時のことも事前に考えて準備をすることが大切ね。でも、谷川だけは世界一遭難が多い山と聞いたけど、それはほとんど上級者用ロッククライミングの聖地でのことよね。今回の事故は上級者ルートで起こったものなの？
今回はむしろ初心者コースとして紹介されているルートで起こってるんだ。初心者コースでも年に2名ほどの遭難は毎年起きているんだ。普通のコースでの遭難事故も毎年のように起こる理由ってあるのかしら？遭難者が多い理由として考えられているうちの一つは、天候の変化がすごく激しいことだ。天候の変化が激しいの？ああ。谷川連峰は本州の中央部にあり、日本列島の太平洋側と日本海側に分ける中央分水嶺なんだ。ちょうど、両側の気候が接する地点になるから、急な天候の変化が多いんだ。日本列島を、太平洋側と日本海側に分けるところに山があるのね。じゃあ太平洋側は晴れていても反対側は雪だったってこともありそうね。そうなんだ。あの有名な川端康成の雪国の冒頭、国境の長いトンネルを抜けると雪国だったわ。谷川岳の下を通っている清水トンネルのことだと言われているぜ。え、あの有名な川端康成の雪国、川端康成が実際群馬側からトンネルを抜けたらいきなり雪国だったのかしら。そんなトンネルのある山の頂上は、天気が変わりやすそうね。情緒とロマンを感じる山だわ。今では季節を問わずロープウェイが完備されていて、1319メートル地点まではロープウェイで登ることができる。天気が良ければ、降りてすぐ絶景を体感できるんだぜ。さらにその後リフトを使えば1502メートル地点まで連れて行ってくれるんだ。ロープウェイやリフトから降りたらすぐに絶景だなんて魅力的だわ。ロマンも感じるし、いろいろな面を見せてくれる山なのね。登山は一度もしたことがないけど、一度行ってみたくなったわ。首都圏からのアクセスも良く、日帰りで帰ることもできる。年間4万人も訪れるその魅力を、体感してみたくなる気持ちはわかるぜ。でもその気軽さと人気が、世界一の遭難者を出す原因にもなっているとも言われているんだ。8000メートル級の山には初心者が気軽に登らないからな。確かに、エベレストに気軽に行く人は聞いたことがないわ。ただ、今回の A 子さんたちは気軽に登山したわけではなく、準備はちゃんとしていったみたいだけどな。それでも遭難事故は起こってしまうんだな。もし霊夢が谷川岳に行くならその日まで体力をつけて、山のことをしっかり調べて、登山の練習した後に行くことだな。7月から10月の間なら比較的初心者でも安心かもしれないな。だが、ほとんどロープウェイで行くと言っても相手は大自然だ。過信や油断はせず、準備はしっかりしていくことが大切だぜ。天候が変化しやすいことにも備えて、軽装で行ったりしないようにな。それと、いざという時のために登山用アプリの登録を忘れないようにしろよ。体力に自信がないからすぐには難しいわね。もし行く時は、体力と知識と装備の準備を、心してするわ。それじゃあ、今回はこの辺りで終わりにするぜ。今回は2010年に起きた沢口山遭難について紹介するぜ。比較的最近の遭難事故っぽいけど、名前は聞いたことないな。有名な遭難事故なの？いや、この遭難それ自体の知名度はそれほど高くはない。だが、登山初心者や未経験者が安易な気持ちで山に挑むと、痛い目を見るという教訓として使われることがあるって感じかな。登山初心者が痛い目を見た遭難事故。ああ、なんでも今回の被害者の方々は、山コンの最中に遭難してしまったんだ。山コン、平たく言うなら、登山コンパって感じかな。要するに、食事や飲み会の代わりに登山を通じて信仰を深めるのが目的の、男女同士のコンパ活動ってことだ。それって何かダメなの？もちろん、それ単体なら何も問題はない。広い枠組みで捉えれば、大学や社会人の登山サークルだって、信仰を深めるのが目的の一つではあるだろうしな。だが、今回の事故で問題視されているのは、登山の安易なレジャー化、にあるって話だ。なんか話が難しそうでよくわからないな。そうだな、まずは今回の遭難事故そのものについて知ってもらってからの方が、何が問題なのかもわかりやすいだろう。というわけで、早速事故の詳細を語っていくぜ。2010年10月31日、静岡県川根本町にある沢口山で、会社員と大学院生からなる男女5名のグループが登山中に遭難するという事故が発生した。その沢口山ってのは、遭難しやすい山だったのかな？いや、はっきり言って初心者向けの登りやすい山だな。地元の方によれば、沢口山で遭難するなんて聞いたことがない、って話だ。むしろ遭難する方が難しいって感じの山なのね。標高は1425メートル、温泉や景色を目当てに多くの観光客が訪れるため、登山道もしっかりと整備されている。見晴らしも良く、小学校の遠足行事のゴールに定められることもあるんだぜ。
聞けば聞くほど、なんで遭難したのかわからないわ。さて、5人の男女グループがこの沢口山の登山を開始したのは午前9時半頃だった。ちょっとしたハイキング、程度の軽い気持ちで、日帰りで山を降りる予定だったとのことだ。インターネットでも軽く下調べをして、往復4から5時間、で帰ってこられると踏んでいた。まあ、小学生が遠足で行けるような山なんだから、妥当なところだよね。今のところ、何もおかしなところはないけど。さて、運の悪いことに、この10月31日の天候は雨だった。あら、それはちょっとまずいね。冬を目前に控えた時期の雨って、想像以上に気温が低くなるし。にもかかわらず、男女5名はかなりの軽装でな。防寒具は不十分なもので、薄手のウィンドブレーカーやトレーナーを羽織っただけだった。あ、それどころか、彼らは地図やコンパス、非常食といった登山の必須道具さえ揃えていなかったんだ。え、それはまずいでしょ。いくらハイキング目的とは言っても、万が一があるんだから。山頂まではどうにか踏破できたものの、濃い霧に視界を奪われたせいで、帰りの道がわからない。現在地を客観的に判断するためのアイテムもない。数時間ほど歩いたところで、どうやら登ってきた時とは別の道にいる、ことに気づくんだが。普通なら、山の中で道に迷ったら確実に現在地がわかる場所まで引き返す、のが大原則だよね。ただでさえ極限状態で判断力が低下しているのに、自分の直感を信じて強引に進むと、大抵ろくな目に合わないから。その通り。だが、彼らはいずれも登山初心者だった。まさか。そう、そのまさかだ。沢を下っていけば人里はあるだろう、という、一見するとそれっぽい理屈に基づいて、独断で急斜面を下っていってしまうんだ。うわぁ、登山におけるわかりやすい死亡フラグ。その結果、ひとたび足を滑らせればそのまま滑落死もあり得るという危険な斜面で、身動きが取れなくなってしまう。言わんこっちゃない。当時の山中の気温はおよそ8度、じっとしているだけでもぐんぐんと熱を奪われる。しかし、防寒具はおろか、栄養効率の良い非常食さえ持っていなかった。かろうじて持ち合わせていたほんのわずかなお菓子を分け合い、せめて体力の消耗を抑えるべく、じっと動かずに救助を待つしかなかった。低体温症のリスクが怖いね。救助の要請はちゃんと届いたの。ああ、翌11月1日の午前より、知人を介して届け出がされたぜ。県警からヘリコプターが出動して、山の斜面で座っている5人を発見したんだが、そのまま救助すると日没となってしまうため、実際に救助作業が行われたのはさらに翌日、11月2日の早朝だったとのことだ。ってことは、ほぼ2日間丸々飲まず食わずか。これはきっついな。また、寝たら命が危ない、と直感して、互いに互いを起こし合って寝ずの待機を続けたそうだ。その他にも、いずれも若く体力のある男女のグループだったこと、じっとして救助を待つという判断が功を奏して体力の消耗が少なかったこと、もろもろの条件が噛み合って、幸いにも5人全員が無事に生還を果たした。何か一つでも歯車が違っていれば、不幸な結果になっていた可能性もあるよね。そうだな、無事に帰ってこられたのは本当に良かったが。ここで、冒頭の登山の安易なレジャー化のリスクについて、話題を戻すんだぜ。今回の遭難事故の総括としては、登山初心者の集まりが、不十分な準備で悪天候の山に挑み、本来なら迷うはずのない初心者向けの山で遭難した、というものだ。まあ、遭難を防げそうなポイントはいくつもあったよね。そもそも天気が悪いなら日を改めるとか、事前にもう少しちゃんと準備しておくとか、山を降りる途中で道に迷った時の判断もそうだな。うちのチャンネルの動画を見てくれている人には耳たこだろうが、はっきり言ってこの辺りは調べればすぐに出てくるレベルの情報、登山の初歩中の初歩だ。当時はどうだったか知らないけどな。でもさ、一応この人たちって、事前にインターネットでこの山のことを下調べはしていたんだよね。そこなんだよな。下調べをする程度のリサーチ力があったにもかかわらず、基本的な装備さえ揃っていないというのは、一体どういうことか。山を甘く見ていた。ってこと？その可能性が高いな。もちろん、何かしらのやんごとなき事情があったのかもわからないが。ああ、でもなんとなく言わんとしていることがわかったよ。どうしてこの人たちは山を甘く見ていたのか。ってことだよね。そう、その理由として考えられるのが、登山の安易なレジャー化、だ。本来、山というのは恐ろしい場所なんだ。遭難に滑落事故、低体温症、獣害といった様々なリスクをはらんでおり、
十分な装備なくしては挑むべきではない危険な場所なんだよ。普段からこのチャンネルを見てくれている視聴者さんは、何を当たり前のことを、と思うかもしれないけど、世間一般の認知は、必ずしもそうではない。むしろ、トレッキングやキャンピングといったアウトドアレジャーの敷居を下げるべく、メディアでも関連グッズを多く取り扱ったり、反則を行ったりしている。それが何か悪い点じゃないんだろうけど。まあ、敷居を下げれば当然、軽い気持ちで入ってくる初心者も増えるよね。それが、登山の安易なレジャー化、によるリスクってことだ。結果として、防げたはずの遭難事故が爆増して、救助に駆り出される自治体や警察の職員に負担がかかってしまう。それで責めを負うべきなのは、果たして軽い気持ちでやってきた初心者なのか、それとも敷居を下げた誰かなのか。というか、これは登山に限らず、あらゆるジャンルに通じる教訓なのかもしれないね。新規を大量に獲得するべく、敷居を下げたことによるリスクというか、視聴者の皆さんも、身近に経験したことが一度や二度はあるんじゃないかな。もしあれば、ぜひコメント欄で体験を共有してほしい。今回は1964年岩木山遭難事故について解説するぜ。1964年といえば東京オリンピックの開催された年ね。どんな遭難事故だったの？津軽富士とも呼ばれている青森県の岩木山で、大館方面高校の山岳部に所属する生徒たち6人のうち、4人が遭難してしまったという事故なんだ。高校生が遭難してしまったのね。その岩木山という山はどんな山なの？標高は1625メートル。日本百名山と、新日本百名山に選ばれている山なんだ。太宰治が十二一重を広げたようで、透き通るくらいに先見たる美女と例えているぜ。日本百名山にも、新日本百名山にも選ばれているの。透き通る美女に例えられるなんて、美しい山なのね。綺麗な容姿から女性的な山として地元で愛されていて、遭難とは無縁の山だと思われていたんだ。遭難とは無縁だと思われていた山で、なぜ遭難してしまったの？では、早速経緯について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。1964年1月4日朝6時、大館方面高校の山岳部6人が、冬の岩木山に登山するため、大館駅で待ち合わせをしていた。だけど、メンバーの一人が遅れてきたんだ。彼が着いた時、顔にはびっしょりの汗をかいていた。理由を聞いたら駅前の道を一本間違って、違う方向に随分進んだ。と言ったんだ。他のメンバーは何度も来ている場所だったのに奇妙だなと感じたそうだ。知っているところなのに、なぜか迷ったの？確かに奇妙ね。待ち合わせ場所もそれぞれ思い違いをしていたり、いろんな意味でちぐはぐなスタートになったんだ。そのせいで予定より3時間近く遅れた。最初から不穏な出だしね。正午には焼き泊まり日ってあたりに着く予定だったが、暗くなりかけたため途中の営林所の避難小屋で一泊した。避難小屋は2畳くらいしかなく、6人で足を重ねて寝たんだ。2畳に6人で？優遇ね。そしてメンバーの一人である三倉は、漢字機を持ってきていなかったから靴下まで濡れてしまって気分がめいっていたんだ。漢字機って、雪の上を歩くとき、雪に足が埋もれないようにする臨場になった歩行用具だ。三倉は、直前に参加が決まり、詳しいことを聞かされていなかった。それで冬山の装備が不足していたんだ。靴下まで濡れたのか。それは確かに気がめいるわ。一行は1月5日の昼前に焼き泊まりヒュッテに到着した。この日は天気が良かった。焼き泊まりヒュッテの下にテントを張って、ベースキャンプにした。雪上訓練をして、次の日に山頂を目指すことを決めた。このメンバーたちは雪山登山の経験はあるの？岩木山には春夏は十数回登ったことがあったんだけど、冬に登るのは全員初めてだったんだ。冬山登山の経験者は一人もいなかった。なぜ、今回冬山に登ることにしたの？東京オリンピック開催の関係で、毎年5月に開かれていた国体予選の登山競技が早まり、この年は雪が残る4月に行われることになったんだ。それで、登り慣れている岩木山で冬山の練習をすることにしたんだ。でも学校にそれを言っても許可がもらえないから、スキー訓練という計画書を提出している。冬山登山の経験者がいなくて、学校にも違う届け出をしていたのね。一行は1月6日朝山頂に向けて出発することにした。漢字機を持っていなかった三倉は、装備不足のためテントに残ることにしたんだ。装備が不足しているから残るという判断は、いいと思うわ。確かに、この判断は正しかった。残り5人は14時には戻ると言って出発した。
ザイルというロープを3メートル間隔で結んで、リーダーが先頭になり、迷わないようにして山頂を目指した。少し吹雪いてきたけど、11時10分山頂に着き、石室で昼食を取ったんだ。その時、置かれているノートにリーダーがメモを書いた。1月6日大館方面高校山岳部11時10分着、天気吹雪。どうにか無事に山頂に着くことができたのね。正午、下山のために石室を出たら天候はさらに悪化して、目を開けていられないほどだった。2時間歩いたけど、思っている山道を見つけることができなかった。5人で、山頂に戻るか、下山を進めるかどうするかを話し合った。話し合った結果はどうなったの？2名が山頂に戻る、2名が下山という意見だった。最終的にリーダーが下山を決めたんだ。こんな時は確か、元来た道を戻るのが鉄則だと聞いたことがあるわ。確かにそう言われているな。ただ一行には、テントに一人残してきた三倉が待っているという思いがあったようだ。それと岩木さんは連邦ではなく、独立法なんだ。だから降りれば、いつか人里に着くだろうという気持ちもどこかにあったようだ。下山ルートが見つからず、もはや自分たちがどこにいるのかわからなくなって、暗くなり一行は吹雪の中でビバークという緊急の野宿をした。吹雪の中でビバーク、雪山の経験が全くない高校生が大丈夫かしら。そうなんだ。彼らは、雪山での焚き火の仕方を知らなかったんだ。その上フェルトは一枚しか持っていなかった。ガタガタ震えながら、5人で膝を突き合わせるようにして朝を迎えた。吹雪の中、5人で1枚のフェルト、寒そう。一方その頃、ベースキャンプに一人残っていた三倉は、14時になっても5人が戻ってこないことを心配していた。ちょうど近くに、弘前高校山岳部がテントを張っていた。事情を話し、翌日一緒に山頂に連れて行ってもらうよう頼んだ。その日の夜、三倉は心配のあまり一睡もできなかったんだ。仲間が吹雪の中戻ってこなかったら、すごく心配だと思う。7日ももう吹雪だった。ビバークしたメンバーたちは、朝はフェルトの中でビスケットを食べて朝食にした。持ってきた地図も磁石も風で飛ばされてすでになくなっていた。え？そんな大切なものが飛ばされたの、大変。それが、この時点で自分たちがどこにいるのか全くわからなかったから、地図や磁石があったとしても役に立たなかったと後から言っているぜ。確かにそうね。下山中、リーダーの意識がおかしくなっていった。グループの中にいた村井というメンバーが、リーダーに肩を貸して歩いた。歩きながら、眠らせないようにいろいろな質問をした。好きな科目などはちゃんと答えた。だけど今どこにいる？という質問には山じゃないと答えたりしたんだ。低体温症で危ない状態かもしれないわ。早く、助けてあげてほしい。下山していた5人は、その日も現在地がわからないまま夜を迎えた。夜は岩陰でビバークした。夜中に一人のメンバーがもう、里近くまで来ているから自分が助けを呼びに行くと言って、村井がうとうとしている間に、装備をすべて置いて一人で助けを呼ぶために出発した。装備を置いていって大丈夫なのかしら。一方、ベースキャンプに残っていた三倉は、弘前高校のメンバーと朝から山頂に向かった。でも、一睡もできなかったことから疲労が激しく、山頂は断念し下山して助けを呼びに行くことにした。弘前高校の生徒2名に付き添ってもらい下山し、ラーメン屋さんを見つけて仲間が遭難したことを伝え、助けを求めた。よかった、助けを呼びに行けるメンバーが残っていて、ラーメン屋さんは急いで出前を終わらせ、警察署に電話してくれた。警察署は岩木さんが遭難と無縁な山だったこともあり、救助隊や装備が整っていなかった。それでも急いで救助隊を編成し始めたんだ。だけど二重遭難の恐れがあるということで、捜索は翌日からということになった。早く探して見つけてあげてー。1月8日朝、村井が目を覚ますと、リーダーと1年生が目を開けたまま全く動かなくなっていた。村井は2人の目を閉じて並べて寝かせた。スキーのストックに赤い布で目印をつけて雪に刺し、別れを告げた。そしてもう一人と共に下山した。二人が動かなくなっていたの、悲しい。昼頃、今度は一緒に下山していたもう一人が、川に落ちてしまったんだ。彼は体温と体力を奪われ、動けなくなって倒れてしまった。村井はやっけという防寒着とビスケットを渡して、ラジオをつけてイヤホンを耳にセットして、彼を岩陰に休ませた。そして一人で下山を進めたんだ。もう一人も動けなくなったの、高校生なのに、切ないわ。村井は、先に助けを呼びに行った一人の足跡を頼りにひたすら後を追って下山した。どうにか助かってほしい。一方その頃、弘前大学の4人が救助に向かっていた。三倉が助けを求めたラーメン屋さんも加わり、救助隊として山頂に進んだ。ちなみに、この時ラーメン屋さんはゴム長靴で参加している。雪山をゴム長靴で、
強すぎる。彼らは山頂の石室で、ノートにリーダーが書いたメモを見つけたんだ。あ、山頂の石室で書いたメモね。ああ。救助グループはそれを破って持って下山した。地元山岳救助隊は高校生は悪天候のため、そう遠くへ行ってないと思う。山頂から全方向を捜索したいと申し出た。でも捜査本部はその意見に耳を貸さなかったんだ。なぜ耳を貸さなかったの？警察に管轄があって、全方向にすると管轄以外が含まれたからだったのでは、という意見もある。捜索本部は百沢方面のみ3日間で延べ500人を超える大捜索を行ったが何の手がかりもつかめなかったんだ。その方面にはいなかったのかしら。村井は、先に助けを呼びに行って下山したメンバーの足跡をひたすら追いかけた。途中神社を見かけたけど、そこで休憩したり、煙を起こして目印にしようとは思いつかなかったんだ。この夜は雑木林で一泊した。神社なら寒さをしのいで少し体を休めることができそうね。それよりも足跡を追うことに必死だったのかしら。この頃捜査本部と別の警察署の鰺ヶ沢警察署の次長が、不思議な夢を見ていた。大鳴沢で3人の男の影が寒くて寒くて私たちはここにいる。早く町の人たちに知らせてほしい。という、君たちは3人だろ？他の2人はどこにいる？いや、3でも5になるんだ。という夢だ。同じ夢を2日連続見たという。その3人はもしかして、1月10日、捜索隊と加わっていた消防団が気になる足跡を見つけた。鰺ヶ沢警察署の人と一緒に足跡を追跡していたら、不意に多いという声を聞いた。とうとう遭難した5人のうちの1人、村井が救助隊に発見された。村井は病院に運ばれて治療を受けた。村井の口から、遭難の詳細が判明したんだ。助かった、よかったわ。1月11日午前7時30分、捜索隊が雪に埋もれた1人の遺体を発見した。村井のやっけが5メートル離れたところに落ちていた。川に落ちた彼だった。村井が立った後、自力で5メートル進んでいたことが分かった。動けなくなったけどどうにかして助かろうと、移動したのね。そして12日、捜索隊は最初の遺体の1キロ登ったところに、赤い布のついたストックが雪に埋もれているのを発見した。50センチ掘り起こすと、2人の遺体を発見した。リーダーと1年生だった。2年生のリーダーが、年下の1年生をかばうように抱きかかえた姿で埋まっていた。その手にはマッチと小枝が握られていた。最後の力を振り絞ってどうにかして火をつけようとしたことが分かったんだ。この時目印にしていた赤い布は、リーダーが家を出る時母親が持たせたものだった。どうにかして温まろうとしたのね。最後まで必死で生きようとして、年下をかばって抱きかかえていたなんて、切ない。1月14日11時58分、助けを呼びに一人で深夜に下山した最後の一人の遺体が発見された。捜索打ち切りの2分前だった。この時彼は、右腕を枕に両足を曲げた姿で横たわっていた。後日家族はこの姿をいつもの寝姿ですと語っている。人里までもう少しの場所だった。悲しい。どうにかして生きようとした高校生たちの姿が切ないわ。ご冥福をお祈りします。ここで最後に、リングワンダリング現象というものについて一つだけ紹介しておくぜ。リングワンダリング現象？雪上で恋ガスに包まれた時、太陽の光が乱反射して平行感覚、方向感覚を失うという現象だ。方向がわからなくなるの？そうなんだ。方向感覚を失った際に、足の利きが歩行の偏りを生み、円形にさまよい歩いてしまうんだ。高校生たちは、岩木山頂上から下山している途中で、方向やどこにいるのかが全くわからなくなったということだったけど、この状態だったのかもしれないわね。そうだな。奇跡の生還を果たした村井は、この現象について知っていたようだけど、それでもあまりの吹雪になってしまったのかもしれないな。後日、村井はこう言っている、岩木山は本当に私たちにとってホームグラウンドだったのに。何か一つ歯車が狂うと、遭難は起こってしまうものなんですよ。目を閉じると彼らは16、7歳で止まったまま。それから全然動かないのです。何度も登っていた山だったのに、山は夏と冬では全然違うのね。そうだな、いくら慣れた場所でも、何か一つ歯車が狂うと遭難が起きるということを、しっかり心に留めておきたいな。それじゃあ、今回はこの辺りで終わりにするぜ。今回は1989年に発生した小豆岳雪山遭難事故について紹介するぜ。雪山といえば遭難。遭難といえば雪山、うちのチャンネルではもう鉄板だね。今回の雪山遭難事故のあらましとしては、山岳部に所属する大学生たちが吹雪に見舞われて行動不能になったというものだな。大学生の遭難って、特に多いよねー。
そもそも、大学から初めて登山に挑戦することになった初心者や、経験の浅いメンバーが多いからだろうな。それに、生地は傘ゆえの体力がある分、引き際を見誤ったり、自分の判断を過信しやすいってのもあるかもしれない。雪山で遭難しないために一番重要なのは、知識と経験に基づく適切な状況判断だからね。もちろん、大学生で登山をする人たち全員がそうだって言ってるんじゃないぜ。そういう傾向にあるかもしれない。って話だ。それに今回の遭難については、ちょっとしょうがない部分もあるというかな。しょうがない部分って？山の天気が移ろいやすいってのは、うちのチャンネルじゃそれこそ鉄板だが。うん、だからこそ早めの判断が肝心なんだよね。しかし、今回の遭難事故においては、それにはおかけて天候に恵まれなかったんだ。ほうほう、具体的にどう天気がひどかったのかについては、実際に遭難に至るまで追いながら説明していこうか。1989年12月23日、京都府立大学の山岳部に所属する7人の学生たちが、富山県にある小豆岳の登頂に挑戦した。当時はまだ未踏のルートを選択して登頂し、山中で年を越して、年明けにゆっくりと下山するという計画だったそうだ。おお、山の中でのクリスマスや年越しは登山者ならではの楽しみというか、ロマンがあっていいね。うむ、初日の出のご来光を拝めるってわけだ。でもさ、12月23日から山入りしてそのまま年越しって、結構な長期間じゃない？ざっくり10日間くらいだし、そこまで無理のある期間でもないだろう。まあ、山中で年を越すために十分な装備や食料等の物資は持っていく必要があったが、それに、天候に恵まれなかったって話だったけど、入山時の天候はどんな感じだったの？これが、入山時は雪も少なくて、かなり好条件だったんだよ。ほほう、特に、この1989年から1990年にかけてはかなりの暖冬だったんだ。記録には冬の山とは思えないくらい暑かった。例年よりも平均6度ほど気温が高かったとまで残されているほどだ。うわぁ、それって一見すると絶好の登山日和だけど、雪山での遭難って、大抵入山時はそれほど天気は悪くないってことが多いのよね。嵐の前の静けさ、みたいな。うむ、霊夢の予想通り、入山から数日後の12月27日昼頃から、天候が変わり始めた。辺り一面、吹雪で視界を奪われる、いわばホワイトアウトと呼ばれるような状態だな。へぇ、やっぱり遭難のフラグだった。それでも彼らはどうにか懸命に歩みを進めて、翌日の28日には小豆岳にたどり着いた。しかし、天候は悪化する一方で、なかなか身動きが取れない状況が続き、翌29日には、なんとメンバーの一人が発熱してしまう。そりゃこんな過酷な条件で延々と歩き通しともなれば、体調を崩すメンバーの一人や二人、出てきてもおかしくないわ。ただまあ、この時点では彼らもそれほど悲観はしていなかった。天候を確認したところ、どうやら正月の朝には日の出を拝めるという見通しも立ってな。ああ、そういうポジティブな情報って大事だよね。気分を前向きにさせてくれるというか、だな。幸い、発熱したメンバーも大事には至らず、翌30日には無事に平熱に戻ったとのことだ。それでも彼らは、万が一の事態を避けるために、その日はほとんど移動しなかった。おお、なんというか、かなり冷静で慎重だね。年は開学生だからって、みんなが体力任せでイケイケってわけじゃないからな。だが、天候はそんな彼らに試練を与えるべく、一段と悪化していった。いやいや、ここ数日間ずっと悪天候が続いてるじゃん。暖冬はどうしたのよ、暖冬は。まあ、この稀に見る悪天候の原因は、後ほど詳しく触れるとしてだな。問題は、翌31日がほとんどテントの周りの除雪作業に囚われてしまい、身動きが取れないどころか、ただいたずらに体力を消耗する選択を強いられてしまったことなんだ。へぇ？この時点で天気を確認して、どうやらこの吹雪はもう2、3日ほど続くという予想が立った。こうなるともう、年越しだの初日の出だのと言っている場合じゃないよな。彼らはこの段階に至って、登頂を諦めて救助要請を決断するんだが、だが、山中の救助となれば、基本的には救助ヘリを飛ばすのが基本だ。そして、ヘリコプターってのは天気が悪い中で飛ばせるもんじゃない。ああ、そういやヘリコプターと冬の遭難って相性悪いんだよね。ああ、連日の吹雪のために、救助活動はかなり難航してしまう。その間、彼らはほとんど尽きかけた食料をどうにか細々と食いつないで、天候が回復するのを祈ることしかできなかった。こればかりは山の神様のご機嫌次第だからな。ようやく彼らが全員救助されたのは、年明けから1週間以上も経過した、1月8日だったとのことだ。予定していた下山日よりも5日近く遅れており、彼らの衰弱っぷりは想像に難くない。うっわぁ、思ったよりもかかったね。
それでも、誰一人かけることなく救助されたのは、不幸中の幸いってとこかな。ちなみに、この日に救助されたのは京都府立大学山岳部の学生だけではなかった。他にも、同じ山に挑んでいた別の大学の山岳部メンバー数名が、遭難していたところを救助されている。ところで、どうして断頭なのにこんなに悪天候が続いたのかっていう疑問なんだけど。先に結果だけを述べておくと、ちょうどこのタイミングで二つ玉低気圧というものが本州上空付近を通過していてな。それがいわゆる爆弾低気圧へと変化したことで、予想もつかないほどの悪天候に見舞われたんだぜ。爆弾低気圧ってのはよく聞く言葉だけど、二つ玉低気圧って何？まあ読んで字のごとく、二つの低気圧がセットでやってくるような状態だな。特に日本で言うと、日本海側と太平洋側の両サイドから挟むようにして低気圧がやってくる。つまり、二つの低気圧にちょうど日本列島がサンドイッチされるような形になるってことね。そういうわけだ。こうなると、日本はかなり広範囲の悪天候に見舞われてしまう。大気の状態は常に不安定になりがちだし、何より最悪なのが、その二つがくっついて、爆弾低気圧に進化してしまう可能性がある。ってことか。そういうことだ。当然のことだけど、暖冬といってもその期間ずっと暖かい状態が続くわけじゃないもんね。そりゃ低気圧が通過したら気温が低くなったり、天候が悪くなったりするタイミングもあるわけで、全くその通り。有識者をして、暖冬という言葉に騙されてはいけないと言わしめるほどだ。でもさぁ、暖冬だから吹雪のリスクは低いっていう判断すら間違っているんだとしたら、どうやってこのタイミングなら冬の雪山に挑んでもいいって判断するんだろう。そこが難しいのが、雪山の登山が上級者向けであるゆえんだろうな。個人的にはもう、冬の雪山に挑む際は、今なら吹雪や遭難のリスクが低いというタイミングを探るのではなく、むしろ吹雪には確実に見舞われるだろうし、遭難も絶対するだろうという覚悟で挑むもんだと思っているぜ。なるほど。天気の移ろいを完璧に予測するなんて、現代の技術じゃ絶対に不可能だからな。吹雪に合わないように、遭難しないように動くというだけではなく、いつ吹雪や遭難という不幸に見舞われてもいいように、事前の準備や情報収集を怠らないようにするってことだね。そういうことだ。視聴者のみんなも、もし冬の雪山に挑む機会があれば、重々気をつけてくれよな。ともあれ、今回の動画はこの辺で。今回は1998年に北海道のスキー場で起きた雪崩と、それに伴う遭難事故通称ニセコ春の滝遭難事故を紹介していくぜ。スキーってことは冬の雪山か、しょうがないことだけど、本当に事故が絶えないね。事件の概要としては、スキー場に訪れていた客が雪崩に巻き込まれて怪我、あるいは死亡したというものだ。これだけなら、雪崩事故としてはそれほど珍しくはないんだが。何か特別な要素があるの？雪崩に巻き込まれて怪我死亡した客に対する責任をめぐって、裁判が行われることになる。この結果がかなり興味深いものなので、ちょっと紹介しておこうと思ってな。雪崩に巻き込まれたことの責任。雪崩なんて自然災害なんだし、いつどこで起きるか誰にもわからないんだから、責任も何もないと思うんですけど。まあ、裁判に関する詳しい話は後々にするとしてだな。まずは、雪崩事故そのものの経緯と概要から紐解いていくことにするぜ。1998年1月28日、北海道の倶知安町にあるニセコ国際ヒラフスキー場にて、雪山散策を目的としたツアーが行われていた。これはスノーシューツアーと呼ばれるもので、スノーシューってのはまあ、ありていに言ってしまえば寒食みたいなものだな。寒食？靴の底の面積を広げることで体重を分散させて、積もった雪に足を取られずに、その上を歩くことができるようにするためのツールだ。なるほどね。スキー場だからって、スキーが目的のお客さんばかりじゃないよね。真冬の北海道の雪山ともなれば、かなり壮観だろうからな。澄んだ空気を味わったり、美しい雪山や樹氷なんかを鑑賞したり、珍しい野生の動物を目撃したりってのを楽しめる。ウィンタースポーツだけではなくて、こういった景色や体験を目当てに、冬の山を訪れる客もいるわけだ。なので、そういう人たちを対象にした散策ツアーの需要もあると。そういうわけだぜ。特に寒食はスキーやスノーボードと違って、習得するのに練習が必要ということがない。履いてしまえばすぐにでも、雪の上を自由に歩き回れるようになるってことだね。なので、ウィンタースポーツ初心者や、お子さんや高齢の方にまで幅広く需要があるってわけだ。さて、この日の午後0時半頃、スキー場の西側コース外にある春の滝と呼ばれるスポットの下流あたりで雪崩が発生する。お、
いきなり、先日のスノーシューツアーに参加していた女性客2名と男性ガイド2名が、それぞれこの雪崩に巻き込まれてしまった。このうち、男性ガイド1名は自力で雪崩から脱出したが、残りの3人は身動きが取れない状態になってしまった。雪崩ってさ、ただ雪が滑り落ちてくるだけだから大したことない？その場に踏ん張っていればなんとかなりそうって思ってる人も多そうだけど、あれって本当にシャレにならないからね。雪国で暮らしたことのある人なら、積もった雪は意外と硬くて重いということは知っているだろうな。屋根の上に積もったほんの20から30センチの雪が、頭の上から落ちてくるだけでも、下手したら命に関わるんだぜ。で、その3人は結局どうなったの？迅速な救助活動が行われ、いずれもおよそ1時間半以内には救出された。しかし、残念ながら参加していた女性のうち1名が負傷、もう1名はそのまま亡くなってしまった。そんな、彼らはちょうど、雪崩の発生した春の滝から下方400メートルほど下ったところで休憩していたんだ。正直、場所とタイミングが悪かったとしか言いようがないな。さて、今回の雪崩事故で注目したいのはこのツアーで引率を行っていた2人のツアーガイドが、刑事裁判で起訴されたというところだ。刑事裁判？民事じゃなくて？念のために補足しておくと、ざっくりとした民事と刑事の違いは個人間のトラブルか、それとも刑法で定められた犯罪かというところだな。民事はあくまで、お互いのトラブルをどう解決するのかを決めるのに対して刑事裁判は刑法に違反したかどうかを問うもので、これで有罪になってしまうと、犯罪者ってことで前科がついちゃうのよね。あくまでざっくりとした違いだから、丸まんま鵜呑みにはしないでくれよな。気になった方は、細かな違いについて各自調べてみてくれ。いやでもさ、雪崩なんていつどこで起きるのか誰も予測できないじゃん。それに運悪く巻き込まれたらツアー企画側が犯罪者にされる。ってかなりとんでもないこと言ってない？まあそう思うよな。しかし、ここで問われているのは雪崩事故に対する予見義務についてだ。どういうこと？確かに、雪崩がいつどこで起きるのかは誰にも予測できない。だが、雪山という危険な場所でのツアーを企画する以上、参加者の安全は彼らの知識や準備にかかっている。雪崩が起きるかもしれない場所や時間に対する注意は、絶対に払うべきだろう。つまり雪崩が起きるかどうかはわからないけど、雪崩が起きそうかどうかは判断できる。だから、雪崩が起きそうと少しでも思ったら、万が一の事故を避けるために、ツアーを中止したりコースを変えたり、慎重な判断をする必要があったってこと？そういうことだ。それはそうかもしれないけれどさ、それってぶっちゃけ結果論じゃない？事故が起きてなかったら、そもそも裁判にすらなってないわけで、確かに、結果に対する責任を問われているという部分はあるな。だがそれにしても、雪山で安全にツアーを行うために十分な知識を有し、また気候条件等の確認を行っていたのかどうか、これは業務上過失致死傷罪に問われる案件としては十分な要素だぜ。業務上過失致死傷罪って言うとつまり、その仕事をする上で絶対必要な知識が不足していたり、確認をおろそかにしてしまったことが原因で、人を傷つけたり命を奪ってしまったことに対する罪、だよね。その通り。でもさ、そうすると今度は、その春の滝の雪崩が事前に予測できるものだったのかどうか、ってのが問題点になってこない？そういうことになる。この春の滝についても、雪崩が起きるのかどうかを完璧に予測するのは無理だが、しかし、ここで雪崩が起きる可能性が高いかどうか、ある程度のあたりをつけることは難しくなかった。というと、例えば、傾斜の緩い土地と傾斜の激しい土地で、雪崩が起きやすいのはどちらだと思う？そりゃあ雪が重力に引っ張られやすい、傾斜の激しい土地の方がって、ああ、そういうことか。他にも、過去にその地点でどれくらい雪崩が起きていたのか、積もっている雪の量や性質はどうか、などなど、雪崩が起きやすい条件が整っているかどうか、それを調べるのは、さほど難しいことではないんだ。実際、その春の滝では雪崩が起きやすい条件が整っていたの？そうだな。というかそもそも、この日の朝には大雪雪崩注意報が発令されていた。事故前の数日間、かなりの量の積雪もあったしな。あ、この情報だけでも、ツアーは見送るか、そうでなくともコースの見直しなどの対策は必須だっただろう。また、ツアーガイドの2人は、過去に雪崩関連の講習会で講師を務めたり、ミーティングに出席したりしているし、春の滝周辺の地形や環境についても熟知していると判断されている。つまり春の滝の近くでは雪崩が起きやすいと判断するに十分な知識や情報を持っていた。ってことだね。そういうことだ。何度も言うように、雪崩がいつどこで発生するかを完全に予測することはほぼ不可能だ。
しかし、その上で雪崩が起きやすいかどうかを事前に検討する必要はある。ただもちろん、どれほど検討を重ねたところで、実際に事故が起きて巻き込まれてしまえばその検討は本当に正しかったのかという責任問題になるわけで、こうなるとほんのわずかな判断ミスでも結果論で突っつかれるから、全くの無罪になることはなかなかない。それについては、霊夢が先ほど指摘した通りだな。ツアーガイドって、実はめちゃくちゃ大変なお仕事なのね。豊富な知識や経験を求められる上に、今回のように事故が起きてしまえば、その責任が全部のしかかってくるからな。しかも、自分たちだって雪崩に巻き込まれたという意味では、雪崩事故の被害者でもあるじゃん。それに、危険だからって理由でツアーをその度にキャンセルしていたら、今度は商売にならないわけで。まあ、とはいえ春の滝の近くで休憩をしたのは悪手ではあるんだよな。せめて、例えばもう少し雪崩が起きた時に巻き込まれにくい、別のポイントで休憩するとかしていれば。ああ、それは確かに。ともあれ、ツアーガイドの男性2名に対する罪状は業務上過失致死及び業務上過失致傷で、執行猶予付きではあるが有罪判決で確定した。ニセコ春の滝雪崩事故についての顛末はこんなところだな。視聴者のみんなも、冬の雪山に行く機会があったら、雪崩には本当に気をつけてね。今回は栂池高原スキー場雪崩事故を解説するぜ。栂池高原スキー場、聞いたことがあるわ。あ、つい最近近くで外国人のスキーグループが、雪崩に巻き込まれる事故があったわよね。そうだな。今年の1月30日、栂池高原スキー場の北のコース外で、バックカントリーというスキーをしていた外国人グループが雪崩に巻き込まれて2名が亡くなったな。亡くなったうちの1名は確か、スキー世界王者だったと聞いたような。そう、その方は2015年と2018年のスキー世界大会のチャンピオンだ。そんな、言ってみればスキー上級者の中の上級者、と言える方が亡くなってしまうなんて、雪崩って怖いのね。バックカントリーってどんなスキーなの？バックカントリーというのは、スキー場が管理しているエリアの外、自然の中を滑るスキーのことだ。大自然を味わえる、パウダースノーを滑ることができる、という魅力がある反面、雪崩などの事故に巻き込まれやすいという危険があるんだぜ。魅力と危険が隣り合わせなのね。今回紹介してくれる事故もバックカントリーの事故なの？今回解説する事故はバックカントリーではないぜ。スキー場内の林間スキーでの雪崩事故なんだ。愛知大学の学生が雪崩に巻き込まれ、2名亡くなっている。事故の詳細を解説した後、雪崩についても解説しようと思う。詳しく聞きたい。解説よろしくお願いするわ。この事故は2008年2月3日、栂池高原スキー場で愛知大学のスキー実習に参加していた学生が雪崩に巻き込まれ、うち2名が亡くなったという事故なんだ。栂池高原スキー場はどんなスキー場なの？長野県北安曇郡小谷村の栂池高原にあって、白馬エリア最大級のスキー場だぜ。最長滑走距離5キロのバラエティに富んだコースで、子供も滑れる初級コースから、上級者も楽しめるコースまで備えた、本格的スキー場なんだ。馬乗せコースやチャンピオンゲレンデは難関コースとして有名だ。ヘリスキー、ナイター営業も実施している。クロスカントリーコースとジャンプ台も常設されているぜ。ジャンプ台まであるの？ほんと、バラエティに富んでいるのね。そうだよな。愛知大学は成果授業として、このスキー実習を、同じスキー場で10年連続行っていたんだ。スキー実習の目的は、障害スポーツの探求だ。シラバスには、自然が、いかなる手段を使っても、私たちの手で制御することが不可能な対象であることを認識しなければなりません。と記されているぜ。確かに、人間は自然の前では無力よね。いろんな自然災害を見るたびにつくづく思うわ。そんな目的を持ったスキー実習の日程は、1月31日から2月4日までの4泊5日の予定だった。参加人数は学生79名、講師側は10名、加えて球技担当の講師がスキー指導方法を学ぶため自費で参加していた。この講師を自費講師と呼ぶぜ。ふむふむ、参加者はグループごとに分かれて実習を受けることになっていた。今回の事故に巻き込まれたのは、その中の第5班だ。第5班は、実習前半の1日2日目にスノーボードの講習を受け、3日目からスキーを学んでいた。スキー初日の講習内容は、スキー用具の名称、危険性、練習時の用語などの説明、スキー着脱、ストックの持ち方、歩行、などだった。用具の名前から教えるっていうのは、かなりの初心者グループなのね。ああ、第5班は初心者のグループで、中にはスキーが初めてという学生もいたぜ。実習4日目の2月3日、午前9時に集合し、ゴンドラに乗って半の木高速ペアリフトの緩斜面で練習した。その後、林間コースに入って下山したんだ。
このスキー場では、林間コース含めどちらも初心者用という位置づけになっている。午前中は問題なく初心者用の練習ができたのね。2月3日午後からは自費講師もご飯に加わった。14時に集合し14時15分、ゴンドラに乗った。学生8名のうち1名が体調不良を訴え、そのままゴンドラに乗って下山した。この時の第5班のメンバーは指導講師1名、自費講師1名、学生7名の合計9名だった。14時50分練習を開始、15時10分最初の林間コースに到着した。林間コースには、120センチくらいの高さに太いロープが張られていて、林道コース閉鎖中と書かれていた。閉鎖中だったの？ああ。2月3日、雪崩の危険性から朝8時に一度林間コースに立ち入り禁止措置が取られ、9時15分にすぐ解除されていたんだ。だけど午後に入って、事故現場から約1キロ離れた斜面で、小規模な雪崩跡が発見されたことから、再度立ち入り禁止の措置を取っていたんだ。立ち入り禁止にしたことは場内放送されていた。本日、林間コースは雪崩危険のため閉鎖しております。滑走の際は係員の指示に従い、立ち入り禁止区域には絶対入らないようにお願いします。というものだった。立ち入り禁止なら林間コースに入れないわね。いや、指導講師は閉鎖中の掲示を無視し、テープをまたいで林間コースに入ったんだ。閉鎖中の理由は、スキー場の圧雪作業のための閉鎖だろうと思った。とのことだ。え、入ったの？閉鎖されているのに？雪崩の危険を伝える放送もされていたのに、指導講師は雪崩の危険については聞き取れなかったようだ。後日他の関係者からの聞き取りによっても、この場内放送は場所によっては十分聞き取れないところもあったということだ。そして、雪崩の危険について聞き取れた人はいなかったんだ。雪崩の危険という大切な部分が、誰も聞き取れていなかったのね。それでも安全が確認されていないのに閉鎖中のところに無断で入るのは絶対ダメよ。15時25分ごろ、19コースを横切り、次の林間コースに入ろうとした。入り口には高さ80センチくらいのオレンジ色のネットが張られ、立ち入り禁止の標識が立っていた。最初の林間コースでも問題がなかったからと、ネットをまたいで中に入ったんだ。またぐことができない学生もいたため、指導講師が支柱のストックを抜いてネットを倒し、全員が通過した後元に戻したりもしたぜ。ネット倒してまでして入ったの。学生の安全が一番なのに何を考えているのかしら。指導講師も、自費講師も、圧雪作業のための立ち入り禁止だと思い込んでいたから、雪崩の危険性に関する認識はなかった。特に自費講師は球技の担当講師だったため、スキー経験はほとんどなく、学生と同様に知識を学ぶために参加していて雪崩の知識は持っていなかったんだ。自費講師は、学生と同じくらいのスキーレベルだったのね。また、指導講師は過去の経験から、初心者に林間コースを滑らせることによって自信をつけさせるという、自分の指導方法に自信を持っていたようだな。自信をつけることよりも、大切なのは安全なのに、林間コースに入り、300メートルほど進んだら雪崩跡にぶつかったんだ。事故発生の前にできた雪崩跡で、幅は林道幅いっぱいの約6メートル、長さは30メートル、深さは山側120センチ、谷側70センチくらいだった。大きなお盆をひっくり返したような形でコースを塞いでいたんだ。指導講師は最初は雪に戸惑ったけど、すぐに雪崩跡だと気づいた。初めて危険性を感じ、急いで抜け出すことを考えた。危ない。まず指導講師がスキー板を外して雪を踏み固めて、道を作りながら谷側を進んだんだ。でもなかなかはかどらなくて、自費講師も手伝った。自費講師が雪崩跡を谷に沿って30メートルくらい進んで、もう少しで雪崩跡を通り抜けそうなところまで来た。そのため、学生たちにも進ませたんだ。あと少し。どうにか無事に通り抜けてほしい。雪崩跡を通過している途中の15時45分、新たな雪崩が発生してしまったんだ。指導講師と、それに続いていた学生5人が巻き込まれてしまった。新しい雪崩によってさらに深さ50センチから60センチの雪がかぶさった。ああ、あと少しだったのに、巻き込まれた学生5名のうち、1名はすぐに抜け出せたけど、2名が雪で埋もれ、2名は下半身が埋もれた状態になってしまったんだ。すでに雪崩跡を越えていた自費講師と、まだ渡り始めてなかった最後尾の2名の学生は巻き込まれなかった。指導講師は、林道から20メートルくらい崖下に飛ばされ雪に埋もれたけど、どうにか自力で脱出。指導講師は崖下からよじ登りながら、宿泊施設にいる職員に携帯で救助を依頼。16時7分、パトロールセンターに通報された。
早く助けが来てほしい。自力で脱出した学生と、巻き込まれなかった学生の計3名が自飛行士の指示でコースを少しずつ戻っていたら、リュックを背負った外国人に出会い、救助を求めた。外国人2名はスコップとゾンデ棒で救助を手伝い、搬送の時まで事故地点に残っていたんだ。パトロールセンターへ通報した5分後、パトロール隊員2名が事故現場に到着した。5分で到着してくれたのね。雪崩に巻き込まれた学生2名は救助されたけど、共に心肺停止状態だったんだ。AED の反応もなく、心肺蘇生を開始。その間にも同じ場所で1、2度小規模な雪崩が発生してな。無事な人たちは先に下山することになり、講師2人はスキーで、学生はスノーモービルで下山し、17時30分過ぎにパトロールセンターに到着した。あとの2人は大丈夫かしら？2名を麓に下ろすための運送用雪上車の現場到着には、その速度、また二次災害を防ぐための迂回などで時間がかかり、搬送開始は17時55分になったんだ。搬送開始は雪崩から2時間かかったのね。雪山での救助の難しさを感じるわ。無事だった学生5人は教授が付き添い、病院で診察を受けた。動揺が激しく、点滴や打撲の治療を行った人もいたんだ。念のためレントゲンも受けたけど異常はなかった。心肺停止していた学生は、翌日の2月4日9時50分に1名、20時55分に1名死亡した。亡くなってしまったのね。その後の裁判で、指導講師は業務上過失致死で、禁錮3年、執行猶予4年の判決が下った。被告の指導歴から雪崩は十分に予見できたとされた。学生の不安の声を制して、立ち入り禁止コースに侵入し、2人が死亡した結果は重大だと言われている。確かに、聖火授業だから先生の言う通りにするしかなかったのよね。その先生が安全を確認せず、2人の命を失わせてしまったのは責任があるわ。愛知大学では2人が亡くなった2月3日を、慰霊の日として、毎年現地と豊橋で追悼式を行っている。ご冥福をお祈りします。今回の事故は、立ち入り禁止区間に入ったことが最も重大な原因だ。その上で、今後同じ事故が起こらないために何ができたか、原因と対策を、事故調査報告書をもとに考察したい。今後のために大切なことね。愛知大学では、今回責任者の怪我による途中交代、受験準備に追われる時期など、大学ならではの事情や、イレギュラーなことがあった。それら以外の点で今後に活かせそうな原因を挙げると、次の4つになる。1、雪崩の危険性の情報共有化ができていなかった。2、事前の現地情報収集ができていなかった。3、過去9回事故がなかったから今回もないだろうという慢心があった。4、立ち入り禁止イコール圧雪作業と、初心者指導イコール林間コースイコール地震という思い込みがあった。情報不足、慢心、思い込み、これは今でしょ、の林修先生が言う、負ける3条件と一致するわ。何事にも応用できる大切な考え方だな。補足すると、1は計画していた学生への研修会を取りやめている。これらは、シラバスで述べていた、自然が自分たちの手では制御できるものではないという考え方や、危険回避を、学生に伝える機会がなかったと言える。大切な情報が共有されていなかったのね。2については、事故のあった林道は、夏は笹で覆われる場所で、笹の上に積もった雪が滑り落ちやすいという地形の特徴があった。雪が積もっていない状態を見たことがない人は、スキーのプロでもそれはわからないことだと思う。確かに雪が積もる前の地形の特徴を知ることが大切ね。こうやって考えると、雪崩事故を防ぐにはスキーのプロだけではなく、地形を理解した地元ガイドさんとかの知識が必要ね。そうだな。バックカントリーをするときも、地元山岳ガイドをつけることを推奨されている。ガイド不足でつけずにしてしまう外国人も多いから事故も多発しているな。次に3だけど、学生に配られた実施要項は10年間ほぼ同じ内容だった。これまで9年間無事故だったから、今回も無事故だろうという慣れや緩みがあったと思われる。いろんな事故を見てつくづく思うけど、慣れや慢心って事故の原因ですごく多いと思う。今回の事故原因は、立ち入り禁止区域に入ったことというのは大前提だ。加えて、今後同じような事故を防ぐために、スキー場側も次の2つについて対策が必要だと指摘する専門家もいるぜ。1、初心者にとって、他に道がなかった。2、命に関わる危険ということが指導者に聞こえておらず、十分周知されたとは言い難い。他に道がなかったの？ああ。第5班が林間コースに入る前に練習していた場所は、軽度約4度で初心者にも滑走可能な場所だ。そこから滑って麓に降りるために、初心者が使えるコースは林間コースしかないんだ。他の場所は休憩車で、初心者が滑ることは技術的に難しいんだ。林道コースを通らないと山から降りられないの？ゴンドラに乗って降りるという方法はあるが、スキー場側からの案内は特になかった。
まあ、これは指導講師が把握していないといけないことだけどな。それと最初から安全な下の方で練習するという方法もあったけどね。また、命に関わる重要な雪崩の危険があるという情報は、誰にでもわかるように周知する必要があったのでは？という声もある。実際関係者への聞き取りで、雪崩の危険を放送で聞き取った人はいなかった。今は改善され、立ち入り禁止のネットに、雪崩のためと補助看板を立てるようになっている。改善されたのね。雪崩の危険で立ち入り禁止にする場合、外国の例を見てみる。例えばアメリカでは、初心者が滑れるところが立ち入り禁止になる場合は、初心者コースを閉鎖する前に、初心者が取り残されていないか確認するという。閉鎖されてしまうと降りられなくなる初心者がいた場合は、スノーモービルなどで安全に搬送することが徹底されているということだ。なるほど、初心者に配慮があるのね。文化的、気候的な違いもあるのかもしれないけど、悲しい犠牲者を出さないために受け入れる側もできることがあるかもしれないわね。ところでマリサ、雪崩ってどういうものなの？詳しく教えて。まず雪崩とは、駆動力と支持力のバランスが崩れることによって発生するんだ。駆動力と支持力って何？雪が落ちようとする力と、地面と結合されている力だ。なんか難しいけど、なんとなくわかった気もするわ。雪崩にはたくさん種類があるけど、大きく分けると次の二つに分けられる。もともと雪が積もっているところに、新しい雪が積もって重みで落ちることを、表層雪崩、気温が上がって雪が溶け始めたことが原因で地面との接点から崩れることを、前層雪崩という。今年は雪がどんどん降ったから表層雪崩が多かったのね。雪崩が起きやすい条件は大きくは次の3つだ。1、積雪がある。2、きっかけがある。3、斜面になっている。なるほど、その3つは落ちようとする力ととどまる力のバランスが崩れそうね。雪崩の対策って何かあるのかしら？雪崩の対策はとにかく危険な場所に行かないことだ。そのために、事前の情報収集が最も大切だな。どうしてもの時は、リスクが高いところは大勢で行かず、一人一人、間隔を空けて速やかに通る方が、危険が少しでも減ると言われている。もし、それでも雪崩に巻き込まれてしまったらどうすればいいの？雪崩に巻き込まれた場合、生存率が高いのは15分以内の救助だと言われている。自分が巻き込まれた時に、とっさに判断するのは難しいから、できるだけ15分以内に救出されるには、というシミュレーションをしておきたいな。避難訓練と同じ原理ね。まずリスクがあるところではいつでも荷物を投げ出せるよう、事前にリュックのロックを外しておく。次に、雪崩の発生に気づいたら横向きに逃げる。大声で仲間に知らせながら、本流から遠ざかるように横に逃げる。ふむふむ、横に逃げる。そして、巻き込まれても諦めない。雪が動いている時は、雪の中をもがいて浮上する。途中の枝を掴んだり、雪の中で泳ぐようになるべく浮上するんだ。泳ぐようになるべく浮上ね。その後、雪崩が止まりそうになったら、口や鼻に雪が入らないように、雪に埋もれても呼吸ができるように、口と鼻の前にエアポケットを作る。手でエアポケットを作る。呼吸は大切ね。最後に、埋もれたらとにかく叫ぶ。自分がここにいると仲間に知らせる。一瞬だから難しいと思うけど、やってみることが大切ね。もし仲間が巻き込まれたらどうすればいいの？流された仲間を確認し、雪崩が収まったらすぐに救助を始める。15分以内が大切だからね。二次災害に気をつけ、遭難点と喪失点に気を立てるなど目印をつける。掘り起こして発見したらすぐに保温や人工呼吸を実施。人工呼吸は早く始めれば始めるほど生存率が上がるから、すぐに始めて、救助が来るまで続ける。危険なところに行かないことが一番だけど、もし巻き込まれたらということも考えておくと、いざという時生き残れる可能性が上がるわね。そうだな。今回は2008年に起こった、愛知大学栂池高原スキー場雪崩事故について解説した。この事故について思うことがあったら、ぜひコメント欄に書いてほしいぜ。他にスキー事故や雪崩についても、もし知っていることがあれば、何でもいいのでコメント欄で教えてほしいわ。それじゃあ、今回はこの辺りで終わりにするぜ。今回の動画は、ちょっとオカルトな内容になるぜ。怖い話が苦手だとか、心臓の弱い人は視聴注意だ。え、どういうこと？っていうか、私も怖い話は苦手なんだけど、動画で紹介する遭難事故をめぐって、とある怪談が語られているんだよ。怪談って、この一連の遭難事故は、奥秩父四重遭難事故という名前で知られている。その名の通り、同じ場所で遭難が連鎖的に発生してしまったというものだ。だが、その死亡状況がどこか奇妙でな。ちょっと、怖い雰囲気やめてよ。まるで、事故現場が自ら意思を持って、犠牲者を誘惑しているかのようだった。
特に、事故現場となった滝壺は死人淵というあだ名でも通っており、過去にも曰く付きの事件が起きているんだぜ。うわぁ、なんかどんどん怖い話ムードに、視聴者さんはともかく、霊夢は動画構成上絶対に逃げられないので、おとなしく話を聞いてもらうぜ。夜中にトイレに行けなくなったら絶対ついてきてもらうからね。ともあれ、まずは事故そのものの経緯から紹介していくとしよう。さて、奥秩父四重遭難事故とは、その名の通り同じ場所で事故に次ぐ事故が発生したというものだった。現場は埼玉県秩父市にある奥秩父山系の笠取山という山に位置する、とある渓谷だ。なんか呪われてるんじゃないの、その場所。最初の事故は、2010年7月24日に発生した。東京からやってきた山岳会の一行が、沢登りをしている最中に、その参加メンバーの一人が滝壺に落下してしまうんだ。ごめん、滝壺ってなんだっけ？一言で言うなら、滝が落ちてくるところだな。滝が高いところから落ちてきて、地面の落下点を水流で削るだろ？そのために、その落下点の周囲がめちゃくちゃ水深が深くなっていて、壺のようになっているんだ。うわ、そんなところに落ちたら危なくない？うむ、まあ足が地面につかないのは当然だが実は、滝壺ってのはその構造上、落ちたら絶対に上がってこれないというケースが珍しくないんだ。どういうこと？滝の勢いにもよるが、滝壺ってのは常に上から大量の水を流し込んでいる状態だ。そのために、深さ数メートルの壺状の空間で、激しい水の対流が生まれているんだぜ。お風呂場や洗面所で、風呂桶やシンクに勢いよく水を注いでみたらわかりやすいかもな。あ、その例えならちょっとわかるかも。蛇口のすぐ下にプラスチックのアヒルさんとかを置いておくと、水の中をギュルンギュルン回転するんだよね。その蛇口から流れる水が滝で、本来水に浮かぶはずなのに激しく回転しているプラスチックのアヒルさんが人間だ。おお、上から流れ込んでくる水の流れと、それがそこにぶつかって反射して上に向かおうとする水の流れで、激しい勢いの渦が発生してな。これに飲まれると上がってこられないんだ。滝壺に限らず、水の流れがある場所の水難事故では、この対流に巻き込まれて浮いたり沈んだりしながら溺れ死んだってケースが珍しくない。じゃあ、最初の事故でその滝壺に落ちちゃった人は、ああ、自分で浮き上がることができなかった。正直言って、生存は絶望的な状態だった。そんな、この転落事故は、事故翌日に下山した山岳会のメンバーが、警察に救助要請を行ったことで明らかになった。だが、この救助要請が第二の事故に繋がってしまうとは、この時は誰も予想だにしていなかったんだぜ。どういうこと？7月25日午前9時40分頃、転落事故の救助要請を受けて、埼玉県の防災航空センターから防災ヘリが現場に派遣された。このヘリコプターには、7人の救助要員が乗っていたんだがそのうち5人が帰らぬ人となってしまうんだ。ミイラ取りがミイラとかそういうレベルじゃないんですけど一体何があったの？滝壺に落ちた救助者を釣り上げて浮上する最中に、墜落してしまうんだよ。なんで、原因については、現場が非常に狭い難所で離着陸が難しかったとか、事故当時は大気が不安定な状態だったとか、様々な要因が語られているな。特に、救助当時の午前11時前頃は、秩父地方は大雨洪水雷注意報が出ているほどだったって話だ。だが、本当の墜落原因は島民たちしかわからないだろう。救助者と救助要員、合わせて6人が犠牲に、ミイラ取りがミイラになってしまうという二重の遭難事故は、お茶の間を大いに驚かせることになる。だが、この奥秩父四重遭難事故は、まだ終わっていなかった。第三の事故が、この遭難事故から1週間と経たないうちに発生するんだ。今度は何なのよ。滝壺の転落事故とヘリの墜落事故、両方の取材を行うために山に入っていたテレビ局の記者とカメラマンが遭難するんだぜ。ってことはつまり、ミイラ取りのミイラを取りに行ったミイラ取りがミイラに？ややこしいな。その人たちは、どういう経緯で遭難しちゃったの？そもそもなんだが、今回の遭難事故を受けて、埼玉県警はメディアなどに対して取材自粛の要請や警告を出していたんだ。あ、それは大事だよね。ただでさえ天気が不安定なのに、また取材目的で山に入って遭難されたら、何度も何度もヘリを飛ばさなきゃだし、うむ、惨事被害は何としてでも防がなきゃならない。だが、この要請よりも前にすでに他のメディアが入山して、現場の写真や取材情報を発信していた。後発組としては、何としてでもスクープをあげたいところだよな。いやいや、気持ちはわかるけど、危ないって言ってんだからやめときなさいよ。で、日本テレビの記者とカメラマンが入山を強行した。
この二人が、第三の事故の犠牲者となってしまうわけだ。ああもう、一応、日本山岳ガイド協会に所属する男性ガイドを伴っての入山だったが。あれ、そのガイドの人は一緒に行ったのに遭難しなかったの？ああ、これには経緯がある。まず、ガイドの男性の元に取材クルーから同行の依頼が来たのは、7月29日のことだった。この時、取材クルーは申し出をした直後にやっぱりキャンセルでとしたものの、その1時間後にいややっぱりお願いしますと、判断を2点3点させている。まあただでさえ6人が命を落としている危険な山で、天気も悪いし、警察からも取材を控えるように注意されてるレベルだもんね。尻込みする気持ちもわかるよ。そのまま尻込みしてくれたらよかったんだがな。ガイドの男性によれば、この二人の取材クルーはかなり急いでいる様子で、数日後の夜に放送されるニュース番組に間に合わせなければいけないと話していたそうだ。テレビの制作現場、スピード感めっちゃ大事だもんねー。ともあれ、30日の夜に顔合わせが行われたがガイドの男性は、取材クルーの二人の姿を見て現場まで行くのは難しいという感想を抱いた。え、どうしてそう思ったの？二人が山に慣れていないのが丸わかりだったからだ。そのまま早朝に入山する予定だったのに、二人の取材クルーはなんと T シャツにジーンズという軽装で、防寒具もろくに持っていなかった。ベテランの登山者でも遭難するような場所をこれから取材するのにだぜ。いや軽装ってレベルじゃないんですけど、近所のコンビニにでも取材に行くつもりなの？たまに思うんだけど、テレビ局の人って下調べっていう習慣がないのかな？全員が全員そうじゃないだろう。優秀なスタッフだっているはずだ。ただ、その必要な下調べをしないスタッフが定期的にポップアップして、ポカをやらかして、それが致命的なほど目立つんだろうな。ああ、なるほど。それに事前の話では、取材クルーのうちカメラマンの方は国内外での山岳地の取材経験が豊富だということだった。嘘つけ。まあ、経験をたくさん積んでいるからといって、その経験から慎重に判断するとは限らないってことだな。それに、登山の度に専用の装備を揃えていたら、取材費がかさんでしまうんだろう。それくらい経費で落ちないのかなぁ。ともあれ、依頼を受けたからには行けるところまでは行くしかない。せっかく足を運んでもらって、初対面でやっぱりやめようというのも印象が悪いしな。結局、3人は翌日の朝6時半頃から取材のための入山を開始した。T シャツとジーンズでね。ただ、ガイドの男性としては早いうちに山の厳しさを知ってもらい、諦めてもらうという狙いがあった。なので、わざと事前の計画を少し変えて、川を下る道にルート変更したんだ。夏場とはいえ、早朝の川の水は冷たいよね。うむ、間もなく汽車が寒がり始めたので、ガイドの男性はここぞのタイミングでこれ以上無理に続けると低体温症のリスクがあると警告した。そして、天候や服装など、総合的な理由を踏まえて、取材は切り上げて帰るべきだと伝えたんだ。で、二人はどうしたの？この時点では、ガイドの男性の言うことに素直に従ったぜ。それまで来た道を引き返して、下山し始めたんだ。ほ、よかったガイドさんの計算通りだね。だが、その帰り道の途中で、取材クルーのうちカメラマンがキビスを返した。やっぱりもう少し、取材を続けたいとな。いやいやいやもう十分にリスクはわかったでしょ？取材クルーとしては、事故機体の見える場所がないか少し探すだけちょっと見てくるだけだからガイドも必要ないとのことだった。登山の恐ろしさを知らない初心者のちょっとだけ、あまりにも信用できなさすぎる。ガイドの方も、そのちょっとだけに対して不安はあったことだろう。だが、あまり無理やりに取材を中断させるわけにもいかないが、かといって彼らをそのままミスミス山の中に放置するわけにもいかない。悩んだ結果、一旦国道まで戻って解散しようという妥協策を提案をした。ほほう、要するに、どこまで歩けば国道に出られるかというのを知ってもらう狙いがあったんだろうな。そこから現地に戻って取材ポイントを探すのは、取材クルーの自由って寸法だ。で、だいたい午前10時過ぎに国道に到着して解散し、再び山の中に戻っていくクルーに対して、ガイドさんは午後2時頃には安全な場所に戻ってくるようにと伝えた。で、結果は？午後6時を過ぎても下山せず、連絡も取れない状況に、もう、言わんこっちゃない。衛星電話での連絡を試みるも、応答はなし。結局、午後11時過ぎになって地元の警察に救助要請が行われた。警察からしても、だから行ったじゃんって感じでしょうね。あれだけやめろって注意してたのに。結果、翌日の8月1日の早朝から山岳救助隊が捜索を開始し男性ガイドが山の厳しさを伝えるために連れて行った川の本流で、心肺停止状態の取材クルーが2名とも発見された。そのまま病院に搬送されるも、どちらも死亡が確認されたって話だ。うん？ちょっと待って、なんか話の流れがいきなり急になってない？
その二人がどうして、どういう経緯で亡くなったのか、よくわからなかったんだけど、これについては謎が多く残されている。今回の奥秩父40遭難事故が半ば怪談めいて語られるのも、この死亡事故が不可解なのが原因として大きいだろうな。というと、まず二人の遺体が見つかったのは、救助ヘリが墜落したポイントから下流に 2km ほど下った地点だった。ここには尚蔵淵と呼ばれる滝壺があってな。二人ともその滝壺に浸かった状態で、かろうじて胸から上を出して、岸に寄りかかるような姿勢で仰向けに並んでいたとのことだ。ってことは、死因は溺死かな？司法解剖でその通りに結果が出た。だが、奇妙なことに、なぜ二人が滝壺に落ちたのかがわからなかった。普通に転んだり、足を滑らせたんじゃないの？いや、滝壺の周囲の地面を調査しても、足を滑らせたと思われる箇所は見つからなかったんだ。え、まさか自分から滝壺の中に入ったとか？それもまた不自然だよな。また、二人の死体には、頭部を中心に軽度の擦り傷打撲があった。つまり周りの地面に足を滑らせたような痕跡はないけど、遺体は足を滑らせて転んだような状態だった？そうとも取れるよな。警察としては何らかの原因で、川の上流のどこかで足を滑らせて、そのまま沢まで流されてきたんじゃないかとのことだ。そんなことあるかな。また、遺体が見つかった場所から50メートルほど下流では、彼らの遺品とおぼしき靴やバッグが見つかっている。だが、取材用のカメラはどこにも見当たらなかった。カメラだけ見つからなかった？不思議だよな。まるで、誰かがカメラだけを持ち去ったようにも見えなくもない。ちょっと、忘れてたのに怖い話ムードやめてってば。ともあれ、この第三の事故をめぐっては様々な憶測も飛び交ったが、真実は用として知れずまた、この一連の事故と同時期の7月25日に、別件で遭難事故が起きていてな。それが第4の事故？ああ、第2の事故で起きた防災ヘリの墜落現場へと向かう途中だった県警の職員が、その道中でたまたま遭難者を発見したんだ。この遭難者の男性は有名な山岳系のブロガーで、前日の早朝に山に写真を撮りに行くと家族に伝えて自宅を出て、以降行方不明になっていた。同じタイミングでこんなに連続で遭難事故が起きるなんて、その男性は結局どうなったの？救助された時点では意識もあって、50メートルくらい上から落ちましたと語っていたが、病院に搬送された後、死亡が確認されている。当然ながら、亡くなってしまったために事故に至るまでの経緯を聞くことはできなかった。何もかもが謎すぎる。結果、この年の7月末だけで9人もの入山者が、それぞれ別の要因で命を落としていることになる。でもさ、さっきも言ったことだけど、こんなに短期間で一気に9人が亡くなってしまうだなんて、どう考えてもおかしいよね。天気が悪かっただけでは片付けられない、何かたの要因があったんじゃないかって勘ぐっちゃうんだけど、そうだな。しかも、メディアによってはこの尚蔵淵で亡くなった関連事故は他にもある、と紹介しているんだ。まだあるの？実はこの尚蔵淵の周辺、昔から不可解な事故や謎の怪奇現象が絶えず発生していて、ちょっと有名な心霊スポットだったんだよ。過去には、この心霊スポットを取材しようとした撮影班が、崖から転落して重傷を負ったこともあるそうだ。で、その撮影班が怪我をした場所が、くしくも先ほど紹介した第三の事故で、取材班の二人が命を落としていた場所と同じだったんだとか。いやいやいや、怖い怖い。また、こちらは迷信めいた話らしいんだが、この事故で、救助の最中に墜落した防災ヘリを撤去するために、別のヘリコプターがやってきたんだ。で、この別のヘリコプターが、この事故からちょうど2ヶ月後に墜落して、そちらでも二人が亡くなったらしい。尚蔵淵と関係ないところでも事故が起きちゃってる。もうそこまで行ったら呪いの類でしょ。そもそもなんだが霊夢、どうしてこの場所が尚蔵淵だなんて呼ばれていると思う？え、名前に何か関係があるの？まず淵の意味はそのままで、水が溜まっている深いところ、みたいなことでしょ。尚蔵の部分はちょっとわからないけど、尚蔵っていう名前の人にあやかっているとか？おお、これは素晴らしい。もうほぼ満点だな。お、やったー。より正確な答えは、過去に尚蔵という名の有名人がここで命を落としたからだぜ。うわぁ、当たったのに全然嬉しくない模範解答。この淵にはな、こんな伝説が残っている。森林伐採の仕事に従事していた人たちが、毎晩のようにギャンブルをやっていた。その中に、尚蔵という名前の参加者がいて、このギャンブルで大変な儲けを上げていたんだ。あ、もうなんか先の展開が予想できる。あまりに稼いでいたので、彼は他の参加者たちから妬みや恨みを買ってしまったんだ。そしてある日、仲間たちは裏で結託して、この尚蔵を淵に突き落として殺した。そこからこの場所が尚蔵淵と呼ばれるようになった。ってな。ってことは、その尚蔵さんが殺された恨みで、事故を起こしていた？さあ、さすがにそこまではわからないな。
だが、この山では昔から遭難事故が多発していて、死者が出ることもあった。そのために、この名を象淵は別名死人淵とも呼ばれて、地元の人たちに恐れられていたんだぜ。いやもう絶対そうだって、これは仲間たちに裏切られた直蔵さんの呪いだって。ともあれ、撮影中に不慮の事故を起こしてしまった日本テレビは、お騒がせしたことをお詫びすると発表。その上で、撮影に至るまでの判断が適切だったかどうかや、経緯に問題はなかったかについて釈明することになった。いやいや、呪われたスポットはもうどうしようもないでしょ。だから、原因が呪いかどうかはわからないんだってば。事実として、彼らの装備が甘かったことや、無理をして取材に臨んだことは事実だったからな。そこは修正していかないといけないだろ。それはそうかもだけど、それに、呪いがあるかどうかはともかく、過去に遭難や死亡事故が多発してるってことは、そこに何らかの要因があるってことだ。滑りやすい地面、見通しの悪い景色、迷いやすい道、具体的に何なのかはわからなくてもな。危ないってわかってるんだから、細心の注意は払うべきだし、できることならそもそも近づかない方が良い。君子危うきに近寄らずってやつね。そういうことだ。ともあれ、今回の動画はこの辺で締めておこう。みんなは今回の事故の話を聞いてどう思った？よければコメント欄に意見や感想を残していってね。また、チャンネル登録や高評価をしていただけると、今後の動画作成のモチベーションになるので、こちらもぜひお願いしたいんだぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。